騒いでんのかな。なんかね、今日は皆さん元気ですよ。なんでそんな元気なの？ね、これ分からへんよ、こんなもん。もしかしたらそっくりさんかも分からへんからね。まだ本人とはまだ分からないはずなんですけど。気持ち悪いわ。もうね、この間ね、腹立ってね、今だとね、渋谷の辺を車で走ってたんですよ。セルビデオ屋ってあるでしょ。ありますね。行きませんって言うのよ。そう、別にええけど行こうかって言って、まあ行ったらね、いやいや行かんでね。まあ僕はあんま興味ないじゃないですか。俺ね、お前ね、セルビデオ選んでるとこ写真撮られそうなんだけど、まあああいうとこで大体入ったとこは普通の映画がバーッと置いてる。そうそうそうって全部分かっとるやん。でまあまああれは入りやすいようにまあやっとるわけですよ。なんのことあれ奥入ったら全部エロですわ。ああそうそう、ね、もうビデオから DVD から全部もうエロのもう王国みたいなもんですよ。うわーすごいなーと思ってたんですよ。ちょっと喜んでるやん。ちょっとまあ喜び、まあ喜びっちゅうかね、ああそうなんっていう感じですわね。でふわー見てふっと見たらびっくりしますよ。僕のジョージアのブラック先生あるでしょ。はいはいはい、あれの大きめのポスターの顔だけ切り取って、はい、俺目んとここうやって黒く縁がこうついてて「まるちゃんおすすめコーナー」。いや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 、おかしいんちゃうか。ええー、それは納得ができるビデオは何？納得も何もじゃちゃうわな。納得とかそういう次元やないやろ。こんな好きちゃうのに。いやいやそういうことじゃなくって。いや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 、これはもうこの手のタートってどないしたのか。今はどうしました。これ見てに、あこれは開きません、これは開きませんよって言って、でも僕言いますんで、まあ兄さんわざわざ行ってもまたね、店員にまあまたわーなるから、もうこれは開きません、僕は言うときますからって言うから、ほんまちょっと頼むわ、でこの2本お前こうといてくれって言って、じゃあお前参加見た後やないか。そいやいや2本は確かに買いましたよ、これは間違いなく買いましたけど、それは別にまっちゃんおすすめのコーナーじゃないとこやから。いや車で待ってたんですけどね。確かに買いましたし現に行きましたよ。でもまっちゃんおすすめのコーナーはどう考えたっておかしいよな。いやいや、だからこういうとこで結構言うてるから、やっぱりエロの代表みたいに思われてるじゃん。だってほんま頼むわ。多分なんかもうセックスシンボルみたいになってますよね。いや、シンボルなのか分からへんけど、まあイメージ的にパッとくるんやろ。いやいや、お前やろ。どっちかがこいつやんな。いや、エロビデオをものすごい借りてる感じがするし。ほんだな。お前、待て、お前ら見たことないやろ。俺が選んでんの見たことないやろ。写真撮らせてんねんね。いやもうほんまね、腹立つっちゅうか、いや腹立つっちゅうかね、不思議でしょうがないんですよ。なんで俺なんやろうと、これなんかタレントがね、もう何回か言うてますけど、なんか雑誌でどこどこの風俗行ってたとかいう後によう書かれてるんで、ちなみにここにはダウンタウンのまっちゃんも知らん言うねん。なんで？いや行ってるからよ、実際。いやそこには行ってなかったも行ってるからでしょ、よそには。いや行ってないもん俺。俺な言うとくけどな、普通の日本人の平均男性よりも風俗行ってないんですよ。いや見たんか、見たんか。いやいや違う、お前よう言うやんか、ここで五反田のどうやこうやって言うやん。言いますよ、言うし、だからそういうイメージがあんねやから。みんな言いますし、確かに指サックでケツ何回か入れられたんすよ。だから言ってるやん、俺は指サックでケツ入れられたのないもん。そこの違い何がおかしい。全然違うやん。指サックでケツ入れられたことないか。ないよ、そんなとこ行ったことないもん。あるよね。あ、ないわ。いやいや、それは別にええやんか、やったって。いや、あかんって言ってない、あかんって言ってない。だから言ってるやろ。まあそういうイメージがあるから。いや俺ね、言うとほんまに一般の男性以下ですからね。
風俗行くのも AV 借り、俺 AV なんて俺今年入って一回も借りてないんちゃうかそれはなんで、もうその辺の姉ちゃん引っ掛けてもう家連れてってもうガーやるからもう AV はいらんって。分かった、お前がそういうイメージをつけてんねん。俺ちっとないからねスルンってしてるからゆで卵を見たくえ毛もないのスルンってしてるから多大な影響を与え、あらゆる価値判断の基準であるゴッド松本様、教えてください。ありがとうございます。ヌードであるかないかの境目は乳首を出すか出さないからしいですが、そうですね、次のそれぞれの境目を教えてください。はいはいはい、ダンディであるかないか、これはやっぱりヒゲを蓄えているか蓄えていないかうわー今日はまたすごいねんな汚れであるかないか、これは結局、うん、服を脱いだっていいんです芸人でも、うん、芸人でね服を脱いでも、でもその時に上がってるか下がってるか下がってると汚れですよね。下がってると汚れ、はい、やっぱ上がってないなら脱ぐべきではないわ。なるほどなるほど、うん、だからやっぱりあの脱ぐ人もね、うん、やっぱり脱ぐ前に自分が上がってるか下がってるかだけは確かめた方がいい。なるほど。ちなみにあの今田なんかは左右対象じゃないんですよ。おじいちゃんの古時計みたいになってる、うん、あれはまずいね。あれはまずい、あれはまずい、あれは汚れ、あれはやっちゃダメ、あれは汚れ、うん、これがええからあかんから言ってこれがええんか言ったらこれもあかんよ、はい、これ言うとくよ、はい、うん、でこれもあかんよ。そりゃそうでしょ、こうやないと、はい、わかるね、はい、うん、ロリコンであるかないか、ロリコンであるかないか、うん、ここは難しいですね。そうですか。高校生を見た時、中学生、あ、高校生はもう興味ロリコンではないですよね。まあね、小学生いや小学生にキャンディーの棒をでそれロリコンって意味やルパンであるかないか、なんですのそれ最後の質問、ルパンであるかないか。あ、それは藤子ちゃんがいるかいないかすいません、だってそんなのしょうがないやん。いや、僕が悪い8-2 でお前やろ。なんで人気ファッションブランドひとしロンドンの創始者松本さんに質問です。おばさんがやたらとヒョウ柄を好む理由が未だに分かりません。松本さん、ぜひ教えてください。でも東京ではあんま見ないんじゃないですか。まあまあ大阪多いけどね。大阪は多いですね、うんうん、ええいやもう同意されてもなんでヒョウ柄が。あれはやっぱり、はい、なんか常に追う側の立場でやりたいんですよ。おばはんがですよ。そうですよ、うん、まあさっきも言いましたようなハングリー精神というか、おばはんも別にやることなくなってんやん。おばはんはおっさんを鹿やと思ってますからねおっさんにがぶりつくことを常に初年度の気持ちで常に一期生のつもりでおばはんおばはんっていうのはそういう意味じゃものすごくフレッシュネスなんですよ。フレッシュネスとあいつらはやっぱり貪欲ですもん、生きることに。なるほど。半端じゃないから常に猫科でありたいおっさんに対して常に一期生でありたい毎日がデビューやと思ってそれはいらんやん一期生で止めとけよっていう気持ちが、はい、ヒョウ柄を浮き出さしよる浮き出さす。いやいやいやあれ着てるんやろ。違います違います、元は真っ白やったんですよ。あれはおばはんからにじみ出てきとるんです。おばになってからじゃないとそういう気持ちにはならないんですか。若い人たちはならないんですか。どういうことですか。いや猫科でありたいっていう若いうちからでも出てもおかしくないやん、同じ女性やったら、はい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 、そうですよね、うん、なんでおばはんになってから。今皆さん若いでしょ、うん、若いですから男にどっちか言ったら追いかけられる立場なんです。なるほど。夜道怖いはバージョンじゃないですかバージョンって何だよお前さ今日はひどいけど何がひどい思いついたことバンバン言うなよ、わけわからへんからでどっちか言ったら追われる側やと思ってるんですよ彼女たちは。ウサギやと思ってるんですよ自分らのこと。
はいはい、で30そこそこなるでしょ、うん、それでもまだ自分はウサギやと思ってるんですよ。で、うわ男の人怖いって逃げよるんですけど、振り返ったら全然追いかけてきてないの。あれ、うん、ってなってきた時にもうシミがポツン。これ逃げてる場合やないで。山田君が座布団を1枚あげるふりをして全部持って行ってしまうやり方を見破る方法を書かれた松本さんに質問ですよ。はいはい、分からないですね。それはさすがに僕も分からない。定食屋の親父にお代は結構ですから帰ってくださいと言わせたいのですが、どうすればいいんですか。どんなと思う。いやいやいや、あ、そうですか、うん、いきなりダイレクトにですか。ダイレクトにですか。ダイレクトに神さん。いや、ダイレクトに教えていただいていいでしょう。分かりました。じゃあ定食屋入りましょう。はい、入ってください。よし、定食屋に行ってみよう。あー、ここが定食屋か。さあ、何食べます。いや、ほんならとんかつ。とんかつはあかんか。何でもええねんけど、とんかつはちょっと違う。ほんならサンマ定食さ。食べるかな。いや、ちょっと待って。ほんならサバ定食。サバ、むかましい。あんせんやん。俺親父。何何何、俺親父しようか。お前親父すんの。どっちがいいんですか。え、どっちでもいいんですよ。どっちでもいいことあれへんやろ。お前が食い逃げの方やろ、うん、じゃあ定食屋の親父。はいはい、ほんなら僕が定食屋のおばはんやる。いやいや、違う違う。いやいやいや、響いてこんなんでけへんやん。曲がってこいやん。いやいや、俺がやるのか。そんなお前おっさんとおばあんが人たておったってお前の先進めへんやろ。私の高校でもいろいろと松本さんの噂が飛び交っています。そりゃそうでしょ。そこでそれが真実かどうか、本当嘘で答えてください。はいはいはい。松本さんはすでにブラジル人の女性と結婚しているらしい。これはほんまやね。いくつの人も40。実際に39、来月40。どこでどう知り合って、何やったの。リオ。リオのカーニバルですね。日本語分かれへんやんか。関係ないですよ、カーニバルですから。カーニバルの時は関係ないやんか。実際問題は、僕がリオのカーニバル行った時にすごいやっぱりあの、何してるの。あのシャン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 、マーツーモロマーツーモロ。最初はいや松本やねん、ロちゃうねんって言うてんけど、向こうはいマーツーモロ、もうええわ思って、マーツーモロシャン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 。ほな今のまあ嫁ですよ。嫁が負けじとばかりに、これが気の強い女で、気の上馬なんですけども、松本負けへんれー言うて、シャン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 で、俺もシャンシャンシャン。気ぃついたらベッドの中。その日の気分でうんこの色が変わる松本さんに質問です。はい。喫茶店などでトイレの時間が長いとうんこだとバレてしまうので、席に戻るときにちょっと恥ずかしいです。うんこじゃなかったように見せかけるにはどうすればいいんですか。まあまあ、それはありますよね。ありますか。ありますね、それはもう多いんです。でもこれはしゃあないで、長かろうが短かろうが、トイレ行っとんねやから、もうどっちでもかまへんから。静かなトイレがあるじゃないですか、うん、ああいう時の音もやっぱ気になりますしね。うん、ではいろいろ気にはなる。時間かかんなしゃあない。それかもうほらギリギリまで我慢してさ、喫茶店で喋りながら、もう入り口まで来た時にごめんちょっとトイレって言ったら、もうすぐプリってもうすぐ出るじゃないですか。それを僕え、それはあなたは使うんですか。それは僕一番ええかなと思うんですけど。それでもバレますよ、やっぱりその顔の動き。それからやっぱりどうしたってコーヒー飲んでる時も一回こうなってたね。いやいや、そこで決まったらあかんって。どうしても全部いきんでしまいますから。その俺はどうしたの。これね、もう本当僕本当にこれマジでいい方法やと思うんですけども、はい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 、なんぼでもしたらいいんですよ。
え、どういうこと？時間何歩かけたっていいんですよ。あ、それはええねや。その間、あの人もしかしたらうんこしてるんじゃないかしらって。うん、まあ思うわね。思うじゃないですか、うん、で、それは全然思われていいんですよ。か、思っとけと。うん、後でちゃんと違うかったっていう風にできれば結果オーライなんですから。そうやな。帰ってき方ですよ。あ、それで、あ、違うんだって思わすことができたらいいわけですよ。あ、それは一番いいね。そういうことですよね、うんうん、ええ、僕はちゃんとできますよ、それは。マジでいいって言うんですからね、はい、パッともう行くでしょ、うん、で、こう、で、一回出ましょうか。え、どこへ？こっちトイレとして出ましょうか。あ、はいはいはい。で、待っといてください、ね、あ、待っといてください。これ本当にいい手ですからね、はいはい。いや、わかるってそうそう、これがこれが一番いいでしょ。いや、そんなんババイってこうやって最後の最後のチャックやと思われるかも分からへんよ、そんなんやったら。いや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 、だってお前こう、こう、こっから入ったらダメですよ。ただ自分はいけてると思ってるだけで、ええ、お前それ相手の女は多分、うん、まあ、そんなことせんでもええのにって絶対思ってるで。いや、これが一番いいと思いますけどね。そう、うん、彼氏がそれやられてそうは思わないでしょ。なんやお前らのその帰り帰りが気分悪いなやそれ、うん、一番いいですって。あ、そうですか、まあ、まあどっちか使ってもらえば、あの入り口まで出しとくか。いや、入り口はダメですね。なんでよ。絶対出ますって。出えへんって。出るし、ほいでいざガッて上げてもうこうなってしゃがむ前にボドーン落ちる。アホ、自分の意思があるんやから。お前ババはここに残しとけられるやろ。お前何かもう一個コーナーが儲かってんの？別に絶対無理ですって。これだけでしょ。無理ちゃうって。これだけで挟んでるってことでしょ。そうね無理ちゃう。絶対無理や。そりゃ多少行く時に姿勢はええけどでも大丈夫やって。挟んでるんやからもうこういった瞬間にプリッてこう大丈夫やって。かなり緩い子もいるじゃないですか、はい、それまでは絶対挟めないですから。下手したらこっからつるーって出るんですから絶対ダメですって。それはないって。それはダメですわ。大事。じゃあさ、多少パンツについてもそれは覚悟の上やんか。バレたくないんやったらな入り口が出ててパンツにちょっと先っちょ当たっててもそれはそれはバレんの嫌なんとさ、多少パンツ汚れんのとどっちがええねんって話。何の話生まれて喧嘩上等の松本さん。あ、これは言えるね。ボロ切れのようにやられている人が、ね、さらにボコボコにやられたら何のようにやられたと表現すればいいんですか？やっぱり男、うん、特に男はね、どっかでそういう目に遭うことも あるかもわからないですね、うん、ただ僕はあの根性、うん、根性っていうのはまあ僕のためにあるような言葉で言葉でね、うん、でやっぱり確かにボロ切れのような目に遭ったことはありますね、うん、なるほどなるほど、でも普通ボロ切れになったらもう根性がなくなってやめてしまうんですけど、うん、僕の場合はそれよりもまだ根性があるので、うん、もうフラフラになっても行ってしまうんですね。なるほど。そこでまたボコボコにやられた。だから僕はボロ切れ以上の目に遭ったことはありますよ。お、なんだろう、どう表現すればいいか、これ言えるじゃないですか。何がですか？だからどう表現すればいいか言えるじゃないですか、体験員さん。それは言えるでしょうな。お前目クソ取りながら何やその態度。じゃあ教えたってくださいよそれ、はい。ボコボコ以上、ボロ切れの上ですか。ああ。ボロ切れっていうのは何のことを言ってるか知ってますか？雑巾とかそういう。雑巾ですよ。これはいわゆる面ですよね。あ、はいはい。ええ、はい、でこれ以上ですから、これの上ってなるとやっぱり何ですかね、アセテート。あいつアセテートみたいにやられてる。でその上になる、まだその上ありますからね。その上はもうレーヨン。破れそうもないよ。そういう風になっていきますわな。アセテート、その上がもうポリピレピロインです。あともっとひどいのがあの朝20麺80。いちいち言われへんやん、やられてるやつ捕まえて、うん、あと表は麺で裏でええわ。ボ
ちぼちもう年も上げたし、ええ加減にせなあかんのですよ。何がいいの？罰ゲームの方を。ありがとうございます、ありがとうございます。それで、うん、まあ罰ですからお前に OK とかノーとかいう権利はもうないわけですよ。まあそうですよね、だってお前が OK した時点でそれはもう罰じゃなくなるじゃないですか、うんうんうん、でまあスタッフでまあいろいろ考えたんですけども、まあ外国行こうか、うん、なんやタイタニックなんや、まだうちのおかんと絡めようか、うんうん、まあいろんなことありましたですけども、まあ、そんなこと言うててもしょうがないし、うん、ダブルハゲちゃんズということに決まりましたね、うん、ネタも考えないといけない。いやじゃあ待てよ、うん、なんやダブルハゲちゃんズって。いや僕ハゲてるでしょ。いやそれハゲとは言えへんけど、ハゲにしてるでしょ、うん、でもなんでダブルハゲちゃんズ。えダブルハゲちゃんズってどういうこと。いやいやじゃあ ズってどういうこと。いやツインですから、ダブルツイン、わかるでしょ、二人でしょ。いや言うてるやん、言うてるやん、自分みたいにな、俺頭そんな綺麗な形じゃないのよ。これカットでうまいことこう見えんようにしてるけど、俺こんな頭やん。こっち後ろや、これ前、横から見たらこんなんやねん俺。だからこそな、ああ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 なあ、かっこいいなってどうすんの。もう一回考えよう。あんなんしょうや、あのマジックあるやん、イリュージョン、イリュージョンみたいなのあるじゃないですか。なんかこんなんでふわーってやってで、ふわってやったらチャイナドレスになってるみたいな。ああ、そうやろ。だからあなたそのままの状態 でこういうなんかふわーってやってふわってやったらもうゴリになる。バーンバッパンパンパンバーン、いやそうですねっていう感じでやりましょうね。いやいやいや、もうだからネタも、いや確かにね、それあのテレビで見たら面白い。面白いですね。でも、それはなんでやねん。もうお前はほら家庭も持ってるし、はいはい、何を異性意識することがあんねん。いや異性じゃない、モテたいんか、モテたいんか。なあ、モテて生きたいんか、モテて生きたいんか。なんで言い方が変わるの。一個一個に体調の体に全員のいんか、そういう意味やな、もうええねん。そういう意味やらしい。何やそれ、ほんなうんこ食え、うんこ。俺の下うんこ食え。お前な、ああテレビに流されへんがな。ああ流さんでもええやないかい。なんでやねん。お前はできへんよ、お前はさできへんよ。待て、お前は絶対できへんよ。相方のうんこ食うた言うたらもうこの先何やってもあかんもん。ああこの人相方のうんこ食べたいっていう目でずーっと見られるから、いや仕切っててもいやない、それまでとか言うたってもう全然説得力ないもん。相方のうんこ食べたやつが何しとんねん言うたってもう全然あかんもん。まあまあ食べるとは言うてないがな、2つしかないやん、いろいろ考えたら2つしかないやん。いやいや、なんでうんこ食うのは嫌なの。異性か。うんこ食べたって思われてもうなんかモテへんようになるのが嫌なの。モテたいんか。体調の体に全員もうええ。私は今度学校の卒業式で卒業生代表の言葉を任されたのですが、うん、全校生徒を感動の渦に巻き込むには一体どんな風に振る舞うといいんでしょうか。感動って何やろね、うん、感動って何っていうことをね、うん、今僕が言ったことを君は知ってるよね。聞いてるか聞いてるか。感動って何やねん。感動って人間はどっから感動が生まれるかっていう話を考えていくとね、うんうんうん、統治法なんですよ。何統治法。え、どういうこと、どういうこと。統治法ってあるじゃないですか。え、それどういうこと。統治法、うん、だからそれはどういうこと。逆逆ですね。え、うん、なんて言ったらいいのかな、うん、例えば、うん、アルパチーノの映画で、はいはいはい、あれ何でしたっけね、なんかありましたな、ギャング映画みたいなんで、何やった、いつ頃の話。最近最近。カリート、カリート、カリートの道。あ、それは見てない。
狩人の道。それは見てない。まあまあいいですわ、見てなくても。狩人の道っていう映画をね、僕は非常に感動したんですけども、あの映画は最初からもうアルパチーノが死ぬとこから始まるんですよ。なるほど。でも死ぬのはもうみんな分かってるわけですよ。そしてガッと過去に遡って生き様を描いていくわけで、で最終的に死ぬのはみんな分かってる。そこであここに結びつくのかというところで感動するわけです。感動イコール統治法なんですよ。分かるよ、先にこう見しといてってことで、逆ね、裏っかね、裏っか、先に、先にかまして、本題に入る。なるほど。っていうのが感動と直接結びつく、直結するわけ。卒業生代表の言葉、はいはい、ですから、はい、例えばこうバーッと出ていくわけですよ。で普通はいいようなことを言うじゃないですか。なんか当たり障りのないとこから行くじゃないですか。この学校卒業できて嬉しいとか、嬉しいとかそういうじゃないですか。でもそれじゃ感動につながらないわけですよ。ですから出て行った時にこんな学校しょうもないんじゃと思ってたけども、そうでもなかった。もうちょっと言い方あるやん。そうでもなかったんやったらそこはちゃんと言おうや。じゃあそんけ全然なかった。いやそれでもまあええわ。校長はハゲとるわいと思ってたけども、やっぱりハゲやん。ハゲはハゲやで。悪いハゲじゃないわい。そのまま分からへんから、そのまま分からへんから、悪いハゲやないっつうの。子供で全校生徒が感動すんねん。便所うんこだらけじゃ。こんな学校の便所はうんこだらけじゃ。と思ってたけども。な、それはまあそうやけども。いや見てみるのを、いやこれもたまにいる。そうすることによって全部逆じゃないんや。って思うじゃないですか。そこまで考えて聞くやろか。教頭のは腹もてじゃと。でまたそっち来ると思うやんか。でもそんな感じでもないわいと。グダグダなってるわな。一組は二組と一緒じゃ。何言うてんのこの子。おい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 、これは何って思うな。何言うてんの、おかしなったんかって思うの。でも3組も一緒じゃ。グダグダやんか。お前お前おっさんに相談したいことがあります。何でも相談してくださいよ。僕は車に乗っていて夕方から夜になっていくとき、ライトをつけるタイミングが分かりません。どんなタイミングでつければいいか、一番いい方法を教えてください。なるほどね。あなたいつつけますか。いつ、うん、前にそれ走ってられると、うんうんうん、こいつつけるまで俺つけへんとか、あたまに意地張ってつけへん時あるんですよ。真っ暗でちょっと危ないんだけど。お前さっきつけろやみたいな。あ、そうですか。僕は逆に誰よりも先つけてやろう、ホットドギスですけどね。つけるなら俺が代わりにホットドギス。だからタイミングはね、別に暗なったからつけるとかね、そんなんないですね。あ、そうですか、うん、簡単に言うと、うん、やっぱり人を引く前にはつけたいですよ。あ、それぐらい暗くなってたらやばいって、ね、いやいやいや、ノンノンノン。だからバーって乗ってて、お前が歩行者やんけ、うん、で、こう来た時に真っ暗、全然つけへんまま暗いとこ歩いてて、このままドーンやったら誰を引いたか、どんな顔してたんかもわからないじゃないですか。ああ、はい、だから最低限ここではつけたいですよね、パチッ。引く瞬間は見たいじゃないですか。うん、見たくない。最低限ですよ。そ、極論やね。極論ですけどね、そこでは絶対見てやった方がいいじゃないですか、死に顔を。うん、というかさ、もっと前につけときいな、その真っ暗やねんから。そのタイミング教えろって言ってんの。うん。若干怒ってるわけね。まあまあ別にそんなに怒ってないよ。ただもうちょっと100で言うところの15ぐらい怒ってる。はい、わかります。いやだから、うん、例えばほら、さっき僕言いましたけど、
タイミングが分かれへんねやったら、ええ、いやその車がもうスモールつけ出したら自分もつけなさいよとか、うん、なんかそういう分かりやすい教え方、ね、この話はちょっと難しくて、うん、季節っていうものがありますからね、時間を決めたら一年中行けるかっていうとこれ夏と冬では全然このね違いますからね、まあまあそうやな、そういうことがあるじゃないですか。いややっぱ別にだから季節関係ないかな、分かりやすい教え方してくれ。15が25ぐらい。いやそう分からへん。なんや15が25。怒り度合いがね。ああ俺の回。まあ先よりはちょっと上がってるかも分からへん。イラってしてますよね。まあ、多少ね。だから分かりやすい教え方して。どういう教え方をしてほしいですか。あ？まあイラってしますよ。イラってしますよ。いやだから分かりやすい教え方してくれたらええかな。分かりました。分かりやすい、はいはい、できるだけ分かりやすい、そう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 、教え方をここはやっぱりするべきですよね、うん、だから言ってるやん、右折、うん、それから左折、はいはい、で右折、うん、左折、うん、右折左折パーですよ。いやいや、ノン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 、ライトの使い方やもんな。いいよ、それ朝パラ走っててもやんのかな。どういうことですかね。朝6時や7時に走っててもそれやんのかって、右折左折右折左折。朝6時にそんなに右折左折しなくていいじゃないですか。逆に言えばね。いや、しなくていいって。そいつはそうじゃないからやったらどうすんの。なんでですの。時間のことも考えろっちゅうね。ライトつける時間わかりました、わかりました、じゃあわかりました、うん、右折、いや違うねん違うねん、あのな、右折左折どうでもいいねん、その人が行きたいとこやから。わかりました、わかりました、もうじゃあはっきり言いましょうよ、右折8回したらつけろ。ねえだからそれは いつやねん。だから右折8回したらつけたらええやん。8回ってなんやん。右折8回でつけろやん。いや明るいのにつけてもしゃあないがいいやんけ、切れろや。じゃあ切れたらええんやろ。右折扱いでつけろや。ものすごく切れ出したから。何やこれ、右折右折右折扱いやつつけろや。右折はええねん。ただ左折した時はマイナス2ポイントって考え。分かれへんねん、分かれへんねん、分かるか、分かれへんねん。なんで分かれへんねん。考えろや。周りの人間がライトをつけ出した時に4回タイミングでライトをつけたら逃げろってや。隣のやつがつけたらつけたらええ。だってあれですよね、初めて会うわけですよ僕らは。でもこの人たちは僕らのことを知っているということがふっと考えると怖いですよね。まあね、まあまあまあね、あれだね、ちょっとびっくりしましてね。何怖いですよ、うん、あのね、うわそんな古いお前まだ言うてへんがな。それもまた古いがな。この間ね、ああ新宿で買い物してたんですよ、うん、ほんでね、うん、新宿で買い物して車をまあまあ止めてね、買い物してたんですよ、うん、ほいで、買い物終わってふわーって来たらね、うん、まあいたずらでしょうね、うん、ガラス、ん？割れ物注意、うん、ん？ガラス？いや、わからないったらええわ。お前にしかわからへんねやから。なんかあるやんけ、こんなよう見かけるようなステッカー、段ボールに貼るような割れ物注意みたいなやつや。がね、うん、バーってほんで買い物終わって車バーン乗ってふわーってエンジンかけてバーって見たら、もうここにね、うん、フロントガラスのとこに割れ物注意のステッカーを貼っとるやつがいるんですよ。おうおうおう。でもうしょうがないね、思ってね、うん、でまだわー窓開けて、うん、でこうビラーッと剥がして、うん、でもうバー捨てて、うん、でこううわーっと行ったわけですよ、うん、ほんでそこからずっと新宿からバーっと行って、今度笹塚ですわ、うん、笹塚でお茶を飲もういうことになって、うん、今度バーッとまた出てきた、うん、出てきたんですよ、うん、フロントガラスにまた貼ってあるんですよ。同じやつが、フロントがまた同じのは、おばったく同じ割れ物注意のステッカーが貼って、と思って、さあつけられてるな、つけられてるー思って、どこやどこやー思って、もうこっ
っち怖いじゃないですか。意外とその新宿からその佐田塚までもね、うん、そのなんていうのかな、結構うろうろしつつ来たんですよ。ほんでうわ気持ち悪いなと思って、またフロントガラスバー取って、うん、なんやねんと、うん、でもうそこからもうちょっと巻く感じでね、うん、後ろもわー気にしながらで行って駐車場家バーンついて、パッと見たら今度下のとこに貼ってあるんですよ。なんやこれと思って、うん、うわこれはあかんこれはあかんでと思って、完全にストーカーや、うん、ほいで家帰家上が部屋上がって、うん、でもないごろよこよこして、うん、ほいでこう布団について、うん、ふっと気づいたんですけど、たぶんその3枚一緒に貼られてるんですよ。後ろがって気づけんかっただっけやろ最初に。そうやね。全然見れてなかったんですよ。にもかかわらず僕はものすごいこう逃げてたんですよね。いろんなものからね追いかけられてると思ってね、いや怖いっていうよりお前が怖い。怖い話は、うん、まあ確かにあんま俺も賢くないなと思いましたけどね。あれは何でしょうね、なんかこう盲点ですね。まあ気づけんかったいうこと。大自然で育ったっぽいイメージが売りの松本サバンナ仁さん。キリンの子供を人間の子供と同じように育てたらどのように成長するんですか。あのね、やっぱりある程度成長していくと気づくわけですよ。何がいいの。俺はキリンだって。ああなるほど。分かったらどうするってこと。分かったらやっぱりキリンじゃないふりをしますよね。それどういうとこで。まず決定的に何が違いますか。まあこういう状態ですからね。隣の子供はこうなってます。そうですよ、そうですよ。まずそれを何とかしようとしますよね。しますわね。だから常に友達にこういう感じ。もうこれが離れる瞬間もこうなってます。それでまあ何とか二足歩行は何とかなるわ。何とかなるやんか。問題はこれですよ。決定的に違うわけですよ。クラスや。しかもクラスでみんなで写真撮った時でも来てんのに、なんか休んでるみたいな感じが。ケンとかの問題なんかな。みんなは受け入れてんのかそれを。まあなんとか受け入れだとしましょうよ。で多分言葉の壁はね、はい、なんとかなると思うんですよ。なんとかなる。はい。まあゴミにキリンがついてしまうだけで。何を言っても。でもこの壁だけはね難しいぞ。これなんとかせなあかんってやっぱり悩むでしょうね、うん、それは解決できへんの。いやそれは解決するでしょう、努力して。あその方法は。でも長い首を短くすることって基本的には不可能ですよ、手術かなんかしない。はいはいはい。でもそんなことできないですから。はいはい。それでやっぱりキリンはキリンなりに考えるわけですよ、うん、巻くということを考える。どういうこと。巻いていくんですよ。首を、うん、くる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 巻いていくでしょ、うん、ほな完全に、ま、巻いてしまう状態なんでしょ。そっからさらにもう一回巻いたら大巻きが一個できるじゃないですか。分かるよ。それをまた何個か作っていくんですよ。ほんなら首はかなり短くなるんですけど、これの弱点はちょっと横になってしまう。それはまたちょっと気持ち悪いと言われへん。気持ち悪いでしょ。気持ち悪いんですよ、うん、そこで考えたら今度はこの長い首に縦線を入れるんですよ。ほんでブリンってやるんです。おせちのこんにゃくみたいなもんです。でこれの弱点は向こうを向いてしまう。これはかわいそうですね。しゃあないな。しゃあないよ。いやほんでそれが解決したってまたこれがあるやんか。いやいやだからもうええやん。もうその立たなあかんと思った時に言おうや。どういうこと。誰かが立たなあかんと思った時。いやこうなってんの。あ俺ごまかさなあかん思ってこうやるやん。基本的には教頭先生。そうね。いやもうええわ、もう教頭にやってもええわ。誰かが言ってええんちゃうん。友達いっぱいおんねやったら、うん、もう分かってると。もうええでって。かわいそう。それはでけへんわ。いやこれはへこむな。いやお前がなへこまれてもしゃん。いやそうこっちかわいそうやわ。
いやさ、黙って見てる方がかわいそうやろ。いや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 、それはもうええやんか。何やねんお前必死なんて。いや俺はそれはできない。何やねん。反転はええんかいな。いや反転はドライブでけへんやん。あのさ、こうやるか。何をしてんの。こう、これ何してんの。クリオやんか、こうやるか。いやもうだ、ほんでここあるやんけ、うん、ここ、これをここのフックにかけるか。いいよ、というかさ、顔この辺誰も寄ってくれへんの。ここ切れたらブレーン。うちの潔癖症松本さんに質問です。そういうとこありますね。松本さんの部屋をコロコロクリーナーで掃除すると何がくっついてるんですか。普通皆さんは何がひっついてるんですか。僕逆に聞きたいですね。僕は自分の世界が普通だと思ってるんで、あ、皆さんがどんなもんがついてるのかっていうの。あ、なるほどね、いや大体 K ですよ。あ、やらしい話。陰謀ですか。やらしいのも全部含めて K ですよ。え、ちょっと待ってください。あなたは家族で住んでるんですか。はいはいはい。なぜチンゲが落ちてるんですか。僕らはね、その僕ら一人暮らしですからね。なんや、もう本当にアウトローみたいなとこあるじゃないですか。黒出た時から別に台所で僕フリチンで洗い物もしますからね。あ、そうでしょ。だって誰に見られます。そうそうやな。フリチンで洗い物したことないでしょ。こっち揺れますよ、こうやって。こうやってあのガー最後泡ゆすいた時こっち揺れます。そんなことお前は知らんやろ。いや別にフルチンで物やったら大体震えるやん。洗い物はしたもんないけど、別に髪の毛乾かしたりするじゃないですか。あ、フルチンで。うん、そう、暑いから。うん、こうやってたらやっぱブラーン。それ多少は揺れますよ。多少でしょ、違うんですよ。こうコップこう泡だらけになってこうするじゃないですか、最後。その時ものすごい揺れる。そんなん知らんでしょ。だから僕らはすっぱだかでうろうろしますけど、やっぱり嫁さんや子供がおる前でそこまであんまり。というか、まあ、それでも、まあ、落ちるやろ。どなんで落ちんの。いや、なんか書いたりとかしたら落ちるやろ。ジャージとかで落ちひんか。落ちるやろ。いや、だから俺はフリチンやから落ちるよ。至る所にチンゲだらけですよ。ここよりも追ってますよ、集めた。お前世界一の潔癖症ちゃうん。だから僕は陰謀はいっぱい落ちてますでしょうね、これでやると。ただ女性の陰謀もいっぱい落ちてるでしょう。ああ、そっかそっか。世界の、ん、世界の。お前外人嫌いやん。いやいや、それはもうオーストラリア人ややれケニアやいっぱい落ちてる。もうドルドルってやったらもういろんな色が、もう色関係ないやろあんまり。いや、それはもうぐるるここにもうバンコクが、あれバンコク博覧会ですよ。いつもほのかな若い頃スチュワーデスをしていたという松本さん。スチュワーデスはテロリストなどに襲われた時に備えての訓練をしていると聞きましたが、一体どんな訓練をしているのですか。それはやっぱりしてるでしょうね。スチュワーデスはどう対処するのかっていうのを教えてくださ いそうですね、うん、じゃあお前がテロリストや。え、俺テロリスト、ええ、で俺はそのテロリストの子分になります。よーし、どうだやろう。ビビってますね、親瓶。テロリスト対策。古い漫才してるんじゃないよ。あんたがシワですんならんと対策も何も見えてけへんから。そらそうやね。分かった。はい、うん、はい、ね、どうしました。あ、じゃあ僕がうどんですかよ、こうお客様に、ああ、こう差し上げてる時ですよな。あ、なるほどなるほど。どうですかお客様、うどんですかいでございます。うどんですかいでございますと、まあこうやってる、やってるやってる、やってますわな。お、その時に、うん、がうらー、やる気ないもん。そんなやる気ないやつと俺はできへん。俺の演技よりも対処の仕方やから。
真剣にやっとんねんこっちは。あ、すいません。人の命に関わることやろ。あ、いや、やめんぞ。いや、すいません。やめんぞこの話。やめてええねんな。じゃあ次行きましょうか。しょうがないな。ちゃんと教えてくださいよ。何がやねん。テロ対策また後で教えたら。もう松本さんに質問です。何ですか。なぜお医者さんは風邪の時などに病院へ行ったら聴診器をお腹に当てて聞いた後、うん、さらに背中にも聴診器を当てて聞くのでしょうか。前と後ろでは何が違うんでしょうか。あ、なるほどなるほど。教えてください。それはありますね。お腹に当ててんじゃないでしょ。こう肺のとこをこう前と後ろで聞いてんじゃないですか。でもどっちか一個でいいじゃないかということですよね。ああ。なんもその前と後ろじゃなくて、いやいや、さらにこう確信をつきたいんじゃないの。ああ、なるほどね。こう呼吸の肺の音聞いて、うんうんうん、ちょっと悪そうやな。それなら僕思うんですけど、うん、こう対じこうしようとするんでしょうね。こうするからまたこうしないといけないじゃないですか。だから最初からこうしといたらいいんじゃないですか。はいはい、こうしてこうですね。いや、あれあれ、それはやっぱり医者としてちゃんとこう話をしながらこうやった方がいいじゃないですか。まあまあまあ、こんなことされてでも早いじゃないですか。こっちのは能率へとか、うん、それいいですわ。じゃあ僕はあのバスッと。バスッと、まあ、ちょっと東北なまりでごめんなさい。どこが。まあええわ。なんで後ろも見るか聞いてあげて。布団を干したことあります。あ、ありますよ布団、うん、ダニを殺すためにやるんですけど、うん、こっち側を押すとね、ダニっていうのはね、あの直射日光嫌がりますからね、裏側に逃げるんですよ、うん、そうすることでまたもう一回本当はあの裏表へ干さないとダメなんですよ、うんうんうん、あれと一緒で、例えば風の菌がこうした時に、うん、行かれたくないと思って裏に逃げよう。そういう意味もあって、だから早くしないとダメなんですよ。あのジジイの医者ってあのこうやって、あ、じゃあ次後ろねって言ってこうやるじゃないですか。その時風の菌でもう一回、あ、やっぱ後ろやー言ってだからあの本当はこうやってからグッてやってくださいと風の菌はもうだからね、あのジジイの医者にはあんまり関わらない方がいい。なるほどな。ただそれは見つけることはできんのかな、そんだけ風の菌動いてたら。あのもうちょっとこうなんていうのかな、騙しもいろいろかけてほしいんですよね。医者はだからこうやってこうやりながら、うん、はい、じゃあちょっと背中向いてねと見せかけてほしい。やったら風の菌だ。はい、今動いたってなるじゃない。わかるよ、わかるわかる。止まって、一回手抜いてもらいますから。かまへんよ。それはかまへんよ。靴脱げたりしますから。何度となく衝撃の出会いを経て、今の松本人志という人物像を築き上げてきた松本さんに質問です。あ、人生の中で二度だけ会ったことがあるという小悪魔というのは一体どんな姿をしていて、どんな時に出会ったんですか。びっくりしましたね。二回も会ってんねや、うん、小悪魔と言いましてもね、見た目がちっちゃいわけではないですよ。え、普通ぐらいの。ただね、若干服がちっちゃいですね。え、それなんでわかんない。あ、かなりピチピチや。チャックもすぐフィーンって開いてくる。真ん中ぐらい。チャックって何やの。悪魔は普通このぐらいまであるんですけど、袖がね。でもまあこのぐらいまで上がって、喋ってたらすぐ上がってきて、ここでもう団子みたいになるんで、こういう、ここに穴開けて指通してるやついましたね。で、ものと釣った感じで、ほなまたここがチュイーンって開いてくるんで、もう背中もうブラ丸見えですから。なんか悪いことすんの、そいつは。え、悪いことすんの。いや、それは小悪魔ですからね。まあね、ええ、もともとはやっぱりその小悪魔からスタートするんですよ。あ、悪魔になる前に。そうそうそう。で、早く悪魔になりたい。あ、なるほどなるほど。あ、力的にはそんな大したことないんや。そうですね。だからこれから頑張っていかなあかん。で、だからほんまはまだ修行中なんですよ。はいはい。だからもうお風呂の来てるわけです。お風呂、お風呂なんですよこれ。だから竹内って書いてましたからね。
いや、自分の着たらええんちゃうん。ちゃんと自分の使わせてもらえないんですよ。まだその1人前になったらぴったり測ってもうて、はい、ぴったり測って。制服みたいやな。そう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 。でそいつは斧って言うんですけど。どこで見た？冷蔵庫の裏ですね。え、別に何されたわけでもないんでしょ、見ただけで。冷蔵庫の裏で、うん、そんなもんお前理由があって冷蔵庫の裏にいたんでしょ。あれもっと一人前の悪魔なら、うん、それこそむちゃくちゃしますわね。うん、見つけたら、あの車が来たら裏でっかい石をドーンってなったら、もう落石がドーンなったりしますよ。ほんでうわーって笑いますよね。でもすこれが一人前の悪魔ですよね。いや違うよ、なんか冷蔵庫の上で見つけたんやろ。なんかされたんか知れてますよ。まあ小悪魔やからね。まだ免許も持ってないですよ。何をされたん。あのね、うん、ブーンって言うこっち言いよるんですよ、うん、最初は冷蔵庫の切り替わる音やと思ってたんですよ、うん、うっさいな。おったらパッと見たらそいつがやってたんですよ、口でね。ああ 切ったんですよコンセント。はいはい。せやのにブーンって言うからおかしいなぁ思って、ここいって痛い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 。何自分捕まえたんかい。そうそうそう、痛い痛い痛い、助けてくれや言うて。いや怖くないお前か、ブーン言うてた。ああ寝られへんやないか、うん、寝られへんやないかって言うたったの、うん、ほなもん何がおもろいんじゃおら。でもその寝られへん人が寝られへんのがもうおかしいってしゃあないんですって。なるほどね、悪魔やから。うん、やめ時はどこやったんこの話。あのゼッケンのあたり。あっこでやめたらよかった。なあ、うん、冷蔵庫の裏で見つける前ぐらいまで。あの辺りからちょっともうちょっとやばいぞ、やばいぞ。思ってた。思ってた。ああ、うん、そう、うん、うん、じゃあ来週から止めてね。確かに冷蔵庫のあたりの時にちょっとこうネタっぽくなっていったなっていう感じはした。ああそうでしょ、うん、うん、なんでそこ止まれへんかった。止められへんかったんだ。あーとね、冷蔵庫の裏のブーンというのをやりたかったんや。のをやりたかったし、うん、正直言うと、うん、もっちゃい受けると思いましたよ。ところが思ったより、はいはいはい、帰りがね、帰りがちょっと弱かったんですよ、はいはいはい、で弱かったなと思って、うん、でちょっと何やろ、うわ弱いなと思ったのを、うん、顔に出そうになったのを出したらあかん、出したらあかん思ってたら、はい、もうなんかもうおかしなことになって、ねえっていうかそこはもう、もうかなりもう目も当てられへん。今考えてももうもうなかなかもうもう他のこと考えてたもん。話してくれやとかないない。この前衝動買いでかけもしないメガネを大量に購入してしまったという松本さん。ははは。日本人はメガネをかけている人がたくさんいるのに、心霊写真の例は、うん、なぜメガネをかけている人が一人もいないんですか。なるほどね。まあ一人もおれんのかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、確かにメガネやめてる例はあんまりね見たことないですね。それは言えてますね。これは何やと思います。何やろうね。絶対に何かありますよね。これは、うん、何でしょう、あれでも扱わない僕だけしか知らないあれって日曜日の8時ぐらいにやってるでしょ日テレで。ああそう、日曜日の8時ね。アンビリーバブルじゃないやんけ。あれやんけ。えやがましわ。それ何何何何何何なんかでやってんねん。急に会話してんのがイラってきてんのか。そんなんあるでしょ。あるけど素人相手にすなよそれ。なんかあるんですかその心霊写真。そうそう、匿名リサーチね2000なんか。ああそんなんあるんや。あ、はいはいはい、でもちょこちょこ、うんうん、ああいうのいろいろやりますけど。なるほど。それでもなぜメガネはめてないかって。これはやらないですね。これはやってない。ええ
これは佐野史郎でも知らないことですよ。マジですか。じゃあ教えてください。いやいるんですよ、うん、眼鏡はめてる例も。なるほど、ね、うん、ね、なんで僕ら見たことないですかっていう話。ここなんですよ、うん、ここに謎が隠されてるわけですよ。でしょうね、ええ、うん、これは、うん、見る側の勝手なエゴなんですよ。どういうこと。あのね、うん、眼鏡かけてる例も、うん、うわーっと来るわけですよ。例えば眼鏡かけてない霊がうわーっとこう写真に写ってるでしょ、うんうんうん、ほんならうわ霊やって心霊写真として扱われるわけです、うん、はいはいはい、ところがたまにこの眼鏡かけた霊がこうやってふわーっとこう現れるみたいな、うんうん、ね、うん、ね、うん、ほんならもう周りが、うん、吉野さんってなるわけですよ。吉野さんはもっと前伝統みたいな感じになってしまう。いやいや霊やのにっていうのが霊にしてあるわけですよ。眼鏡をかけることによってもう霊扱いされないっていう、この表に出ない心霊写真っていうのがあるんですよ。わかります。まあ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 、言うてることはわかるけど悲しいですね、うん、それは何、吉野さんが悲しい。吉野さんが悲しいっていうか吉野さん扱いされることが悲しいですよ。だから吉野さんはどうしていいかわからないわけですよ。はいはい、はい、さあこれは今日は行くでって思ってるわけですよ、うん、ああなるほど、今日も半透明で行くでしかし、うん、まあわかるよね、うん、びっくりしおるやろなあ思って、うんうん、思ってこれメガネかけることによってもう人間扱いされてしまうというか、もう見えてしまうんですね、あれ。おお、メガネっていうのは怖いですね。怖いね。怖いですよ。うーん、納得した。まあちょっと力技みたいなところもありましたね。ちょっとどころちゃうわ。人間扱いの段階ででも本当にないでしょ。ない、ね、だからあのなんか写真撮った時に、うん、メガネかけた、うん、おっさん、あんまりようわからんようなおっさんがおった場合は、うん、これはまず例やと思って間違いないですよ。ああそう、いや明らかにでも一緒に行ったおっさんが目をはめて横映ってても、え、どういうことですか。いや知らんメガネやったらそうですけど、どう考えたって一緒に写ってんねんで、ええ、霊ちゃうやんこれは。どういう意味、うん、いやもうええわ。もう俺もそこだんだんしもなって。松本さんは少年時代、3度だけ気を失ったことがあると聞きましたが、どんな状況で気を失ったのか詳しく教えてください。まあ、はっきり言いまして、僕があの小学校の1年生の時です。なんでそんなちっちゃい時に。じゃあなんで気を失ったんですか。あのお前を見た時に。なんでやねん、1年生やねん。本当にびっくりしたんですよ。なんでなんで俺を見てびっくりしたの。それはなどういう気絶。あのだから僕は普通の日本の小学校やと聞いてたから。だから何度か言ってるかもしれないですけど、パンタロン、パンタロンでジーパンのでしょ、だからベルボトムでしょ。いや、そのベルボトムも半端じゃなかったですよ。もう嘘やと思うかもしれませんけど、ウエストより広がってるんですよ。そんなベルボトムあれへん。ほんでクリクリパーマで、ほんでなんかじゃあ待って、今の縦ロールやないか。縦ロールでしたよ、縦ロールでしたよ。こんな髪の毛長いのか俺は。縦ロールやったやんけ、嘘ばっかり聞くなよ。ほんでなんか打楽器みたいなの持ってたよね。お前それスナフキンと交わるな。いや、スナフキンはギターでしょ。違うよ、なんか打楽器みたいなの持ってたわ。打楽器ってなんや。なんかマリンバみたいな。ああそれは間違うわ。なんかハープみたいなのと一緒に持ってたじゃん。びっくりしたんですよ。そこで一回カーってほんと恐怖になったんですよ。ああそう。ほんでマツンマツンって友達がね、マツンマツンって言って、ほんでパッと目覚めたんですけども、そいつが近づいてきたんですよ。近づいてきた時に2回目のもう、あ、それで2回目、これで2回目ですよ、はい、ほんで起きた時ここで笑ったんですよお前、うん、これでも3回目のフーがあった。もう3発連続やったんですけど。でも俺もびっくりしたで。いや、だって僕はもうなんで俺バーッとお前来た時、あ、セロハン歩いてきたと思う。いや、あのねちっちゃいやん、子供やから。ほんでな、真っ暗やってで、なんかあの、ほんまセロハンがこう
セイロガンは1錠では歩かない最低2錠です。男がヒョウ柄にあんなに興奮するのはなぜですか？これはどうですか？いや僕は別にないでしょ。ないです。俺もないんですよ、でも多いみたいやな。それに興奮するの？なんで興奮すんの？じゃあこれは俺も聞きたいねん。っていうかむしろちょっと俺は不潔っぽいんですよ。あ、なるほど。なんかね、だってね、ヒョウなんてくっさいで。いやほんまは、いや それはそうやけどヒョウ柄見てほんまのヒョウは連想せえへんやん。臭いとかそういう、いやまあそうなんですけど、僕はなんかあるんですよ、トラウマが。そういうトラウマあんの？ヒョウは臭いっていう。あ、そう。それはもううちのおかんの口癖でしたからね。あ、そう。あんたもう早起きや、もう朝飯も食べんとよういけるな。それ何が関係あるの？ヒョウ柄とおかん。いやだから言うがな今からおかん、あんたはと、はい、あ、大きいな、もう朝飯も食べんとあんたよう昼までと持つんかいな、ヒョウ臭いで。でも分からんなりにも僕の考えですよ、僕の考えとしましては、やっぱり男っていうのは強くなければいけないとほうほうほう、いう感じがあるわけですよ。そして強いもんをなんかこう懲らしめたいみたいな、強いものより上になりたいみたいな感じがあるんですよ。だからヒョウよ、ヒョウに勝ちたい、ヒョウに乗りたいみたいなね、ヒョウを抑え込みたいみたいな、おそらくね。それまた興奮と違うんやろ。ただあれゼブラ柄みたいなのもあるじゃないですか。あれは分からんのですよ。ゼブラは弱いですからね。なるほどね。そのゼブラに勝ちたい、俺がヒョウになりたいと思ってるわけです今度は、これが分からないでしょ。だからそのなんていうのかね、結局ね、結局ね、前世から来てるんやと思うんですよ。お、これどういうことや。前世から来てるんちゃう。前世がそのヒョウと敵対するものだったんですよ、それを見て興奮するやつはね。だからその前世っていうかあれだよな、狩りの民族だな、狩りの、はいはいはい。でも我々みたいなそのゼブラ柄を見て興奮しないのはやっぱり農耕民族なんですよ、なるほどね。だから僕らは逆に白菜の柄とか見た方がうわーってなるわけ。白菜のパンツとか、白菜柄パンツとか見たらうわーなるわけですよ。いや、もし見たらなるやろな。もし履いてたらね。もう脱がした後もずっと見てますよ、ね。あんまりこっち興味ない。あんまりこっち、あんた、あたしこっちやで言われても。何を言っとんの。農耕民族とその、なんや、あのな、狩猟民族や。の違いやと思うんですよね。だ我々は農耕民族なんですよ。いやでもだからその何や、あの興奮するやつはおるわけや、ほんだそれに対してね。そうやねや、うわヒョウ柄や、ヒョウ柄や言うてね。自分なんかあのヒョウ柄とか言って入れてたんじゃん昔。あ、携帯にね。うん、それは何。いや分かりにくくなるからね。何が。あの名前で書いてるとね。それヒョウ柄の服着てたんや。着てましたね。ヒョウ柄チチとか。ああ、ヒョウ柄でもその乳とかまだ全然違うんですありますね。あ、あ、それは何、乳がでかいってこと。乳がでかいっていわゆるあの野球選手でもね、なんとか兄はい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 、そういう分け方をしないとこうね、分かりにくくなりますもんね。なるほどね、ただあのヒョウ柄って呼び出さなあかん時とかあのよボイス反応ヒョウ柄チチチチ言うてるやんけ、ヒョウ柄だけしか出へんかったヒョウ柄チチって言うて。今度彼女と遊園地に行くことになったのですが、僕は絶叫マシーンが怖くて乗れません。そこで絶対にカッコ悪くない絶叫マシーンの断り方を教えてください。いいですよ。あ、お願いします。何も教えますけどね。絶叫マシーン断るのもほら女の子と一緒がカッコ悪いわけや、
あもうそういうことやったらしゃあないわ、ほんだらこっち乗ろうと、うんうん、あるかもしれない、うん、そういうふうに思わせるっていう、はい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 、やっぱりね、うん、できる男って見せなダメですよ、あなるほど、プラスや、うんうん、でもね、うん、あの剣買ったりね、はいはい、こうもうあれに乗ろうよ言われたらうわーってなったらもうダメですよもうその段階で赤いはバレるやん、ここはもう堂々としといた方がいいです、プラスやな、もう乳首も本当もう立ち気味で、むしろ大好きやから乳首は逆に立ってる方がいいですまあええわ、チケットは買うわ、買いましたね、買っていいんですね、全然堂々としてていいですよ、でその乗り物の前まで行く、行きました、ほんでプッシュー来ますから、もう次の順番ですから、ね、えそこまでしてんのえ上がったらあかんでしょ、全然大丈夫、ええの、全然大丈夫です、プッシューって今来てんね目の前、うんうん、どうしよう、ほんまもこういうこれもんですよ来てもおう、うん、いいねー言うとったら、うん、これでいい家出る前にやってこいよこんなこと、うん、何してんねんな家でやってこいっつうの、ええかな、それぐらい余裕があるんですよ、はいはい、なんてことないんですよ、ああなるほど、はいはいはい、うん、もう目の前しててどう断んの、さあそうですよねじゃもう彼女さっき乗ってますよ多分、なんならね、あ、うん、っていうかもう彼女をエスコートする、ああまあなるほどね、うん、何やのこれいやもう彼女をもうこう抱いてもうどういう状況やねん、力が誤ってるんでもうこうまあまあええわ、まあ、彼女もトゥルル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 ルもうこうガチャ降りてきますね、全然降りても大丈夫、乗ったらあかんで、全然怖いねんで、全然大丈夫ですよ、ほんまか、乗って大丈夫やな大丈夫ですよもちろん大丈夫ですよ、もうここも閉まるで、閉まってもいいですね、マジっすか、こんなやつでしょガチャーンって、うん、ガチャーンって、ここまではもう全然大丈夫です、はいはいはい、閉めてええんやな、いやいいですよそれは、だって閉めな、あ、何やってんの早くしてよってもうみんな並んでますから、そうやな、ええー、ええやん、もうどうすんの、これもう出るだけよ、もうね、上がってますよこれ、バイトの兄ちゃんみたいなのがね、あの明日しますみたいなことをね、チリンチリンみたいなことやりますから、からもうプッシュー行きます、あ出たかい、大丈夫、まだまだ時間はたっぷり、マジっすか出てこいだねおい大丈夫かな、全然大丈夫、いや動いてるって、動いてますよもう、うん、どうすんの、もう完全に動いてますからね、いやだからどうすんの、やっとですよもうここ来るまでにね、しょうもない話をいっぱい横道横道でそんなこと聞きたないっちゅう話ですからなそうですよ、断り方やから、断り方を聞いてるわけですからね、はい、お願いします、それはそうです、はい、お願いします、これはね、あの友達に言うといた方がいいですね、電話してくれ、あ、ほうほう、うん、だからプッシュ時にプルプルプルってやったから何、株が大暴落バーンって出てほう、言っといてお腹痛なったらいいや誰がせやろがんじゃんこれ、いやあのね、向こうあグアム行ってたんですけど、はいはいはい、向こうおる時はそうでもなかったんですよまあそうやろね、前もまあまあ、ね、全体的にあのあれですから、はいはい、帰ってきてちょっとびっくりしましたね、日焼けというより燃えてますよね燃えかすですよね、豆たんじゃないですか、ちょっと怖いね、いやしゃあない、モニター見てちょっとびっくりしますよ、ね、あれいやもうしゃあないしゃあない、まあまあまあね、ただ、はい、やっぱりあのグアムで、はい、あもう僕はもうグアムを正月行くのはもうやめました、なんでですか、また嫌なことがいっぱいあったんですけ ど、 あ、 なるほど、あのそれがこの日焼けでわかるでしょ眉間のとこだけちょっと白いのいかにこう眉間にシワを寄せてたかっていうのがよくわかりますよね、もうね
私もう今年ダメですよ。なんで？今年はろくなことないと思いますよ。そう、幕開けが最悪でした。マジで？あのね、あのこ冗談抜きで僕脚色も何もしませんけど、はい、グアムで死にかけたんですよ、はい、おう、それはでもいつも言うてるそのあばら折れたとと同じレベルのことちゃうん、あのこんな段からポンと落ちただけであばらが折れたとかそういうことちゃう。レベルが違うんですよ。グアムのホテルの風呂場で死にかけたんですよ、うん、ああそれはこうね足こう洗うでしょ、うん、でね風呂のねバスタブがね、うん、あの平面が少なかったんですね、はいはいはい、こんな感じのバスタブなんですよ、はいはいはい、で足洗うじゃないですか、はい、だから平こう置き場がないんですよ、はいはい、でシャボンついてますよね、はい、こんなこっち行ったら、はい、うるさーそれって、はい、ものすごい暴れたんですけど、はい、なんとかこけまいとしたんですけど、はいはいはい、黒釜の縁にザシャーってというかさ、風呂釜ってなんやん。いやいや、もう縁ですよ、縁に、はい、あのね、頭打ったことあるでしょ、誰だって多少は、あります、ね、ゴツンとかそんなんでしょ。違うんですよ、あんだけ打つとあのね、グショーって言ったんですよ、はい、その時に、そのお湯調節のとこ打つわーにあって、ネットサバーだったんですよ。それは大変や。ところがね、脳が揺れてるでしょ、熱いことがわからないんですよ。はぬいと思ったんですよ。暑いか寒いかわからんけども、しばらく熱湯を浴びたままね、あのね、倒れてたんですよ。動かれへんかった。動かれへんかったんですよ、本当に。あ、俺はこのグアムのね、うん、このバスのタブでね、死んでいくんやろ、はいはい、死んでいくんだと。いや、言い直さんじゃない思いましたよ。本当にヤバかったですね。いや、でもその後大丈夫やったんでしょ。いや、でも怖いじゃないですか、そのやっぱあのね、 2,3 時間後に急に吐き気がしたとか。ああ、それはわかるでしょ。分かる分かる。ものすごく怖いんですよ、はいはいはい、でまあ何やろ、プールサイドにファーおっても、うん、なんかその死と隣り合わせみたいな急に吐くんちゃうかとか急に吐くんちゃうかみたいな恐怖心もすごいあって、まあ、だからこの眉間だけ焼けてないんですよ。なんやったんですよ。いや、本当笑い事じゃないんですよ。いやいやいや、別に、いやいや、感謝してもうマジで。え、なんで？その頑張った俺に行きたいとしたからね、俺が生を選んだからね。あそこでちょっとでももういいわと思ったら俺も行ってるから、ね、行ってないわ。いやいや、完全に行ってるって。何、ね、生きて帰ってこれ。どうなんでしょう、正月からそういう死にかけた人間が今年1年乗り切れるんでしょうかね。いや、死んでないんやから乗り切れるんちゃう。ああ、まあ、あのまま死んでたらまた。いや、まあね、何そんなズラみたいな頭になってるの。ズラって散髪したんですよ。なんもうすぐズラっぽいですよ。あ、今日当てたてやからかな。ああそうですか、うん、まあ、当てたてってね、かけたてでしょ。パーマ当てる言うやんけ。もう今時言わないんですよ、そのもう大阪弁をやめましょう。パーマ、お前も言うやろ。僕はパーマかけるって言いますし、プラスティックって言いますから。もうやめましょう、本当に。もうプラスチック、プラスチックいうのも。いや、プラスチックはプラスチックやから。いや、まあ本当に。あんたどこ行ったんですか。僕はラスベガス。お、かっこいいですね、それは。いや、別にかっこいいことない。誰と行ってたんですか。いや、別に家族で。いいですね。はい。まあ俺ももう、でももう正月にあれ、もうやめ。何が？もう海外とかもうやめ。そう？もういいですわ。なんか帰ってきて聞いたけど、ヨーさんワイドショー出たらしいな、自分。そうや。そうやねん。ほいでね、その着く時にね、行く時にね、レポーターの子がね、うん、なんかまああんまよう分かってないんですよ。うん、ね、もう、松本さん今年はどんな年にしたいですかって言うから、ヘビーって言ったんですよ。まあまあそこで落ちてるじゃないですか。それまた柱のこっち回ってきて、また聞くんですよ。いや、もうさっき落ちてるから、もうええやんっていう話になって。うん、で、中井君と僕と今田にばっかり聞いてくるから、うんうん、もうちょっと、宮迫もおったんで、うん、ごめんなさい、ちょっと、宮迫にも話聞いてあげてって言ったら、うん、どうですか宮迫さんって山下に聞いたんですよ。宮迫も元旦からへこんでもんて。頑張らなあかん、頑張らなあかん。分かられてない。分かられてないって。はい。そうですか、それ結構使ってました。
いやらしいですよ。もう帰ってきて聞きましたけど。僕ね、あの山下、うん、あいつとはもう旅行行かないことに決めました。なんでやねん。あいつはダミだ。なんであいつはバカだ。あいつは。ああそう。元旦の日ね、みんなでプール行こういう時にね、うん、もう今だがほら、あいつ年末出ずっぱりやったでしょ、うんうんうん、あんまり寝んと来てたんですよ。あなるほど。でちょっと正直 寝たいから、うん、僕はちょっと今日は割と寝させてくださいみたいなことで、うん、でもう今だほっとこう言うて、うん、みんなでプール行こうか言うて、で今だ急に起きたらあかんからメッセージみたいなのが書いて、うん、ドアの下に入れとこうぜって言って、うん、ほんなら山下こう書いて行ってこいって言って車から置いて、うん、はい言うてドアの確かに思ったほど隙間がなかったんですけど、うんうんうん、それ5ミリぐらい入れてものすごく風にパタ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 なってくる、うん、ガッツポーズして戻ってこようとしたおーいと確実に飛ぶと。なるほど。もっと中入れんと、ね、確実に風に照らされるから、うん、考えろ、うん、はい言うて今度戻って玄関マットめくってそこにペターン入れますおい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 とそれはあれやろ。来年来てもあると。いやそれはないやろ。それはおばあん掃除するやろ。どこの世界に今だがうわー起きてガチャ開けて玄関マットめくんねん。分かるやろ。いやそれはなかなかそれは突っ込まれよう思てやってんねやろ。ほんまにバカなんですよ。あげくの果てに3回目カードキー入れるとこに入れようとしました。部屋の中に頼むから入れてくれと半分以上というかもうそれやったらお前行ってやったらええやんけ。イライラするから。あいつはダミだ。あいつはダミだ。あれはバカですよ。そうだってな、あの宮迫がな、うん、帽子をちょっと忘れたから届、うん、俺の家まで来て、うん、郵便ポストに入れといてくれって言って、うん、で宮迫起きたらね、パッと朝起きたらね入ってないんですよ、うん、でバー電話して、まあ入ってんやんけ、うん、どういうことやねん、うん、ほんならね入れるとこなかったって言うんですよ、うん、ないわけないやん。じゃあ手紙とかどうすんの。ないわけないやんけ。横にパコ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 してるとこあるやろ、そこに入れるや。そんなんなかった。鍵がついてただけで番号分かれへんって言うんですよ、うん、ほな何かやと郵便受けや新聞配達のおっさんは全部鍵を合わせて開けてるのか、うん、絶対入れれるやん、うん、それをなかったって言う。ここがあいつはダミだ。あいつはダミだ。いやダミだダミだ言われてる。もうちょっと面倒見たりんや。いや俺がね後輩やったらほんまものすごいええ後輩やと思うねんな。いやなって言われてもさ分かれへん。 なんやろな、ボーっとしてんねんな。高速乗ってたってもう料金所が近づいたらもう用意しときゃええやんか。ああ、はいはい、完全についてからなんかこの辺ごちゃごちゃしだして一個後ろの窓ワーン開いたりとかしてなもだもだしてなんや金用意してねブブブブちょっとだけしか開けへんかったからもう一回ガッガッてやってもらうほんでいざ金払おうとしたらチケット取るだけのやつやったんだ。お前も言うとったらええがな。あ、ちょっとダミだあれは。なるほど。それはしゃあない。それはしゃあない。あれはダメです。もっと俺の手がでかかったらもっとどつけんねんけどね。どういうこと。これぐらいの手でお前しばきたいな。あ、面積広くして。うん、でも片っぽは嫌やで。両手にしてや。そんな相方嫌やで。片手だけでかいとか。僕はね今年からね飯食いに行って後輩と飯とか行ってももう割り勘制導入しようとしてるんですよ。それはなんでやねん。だってなそれは腹立たねえや。もうええやんか。みんな予算稼いでんのになんでいつまでも俺が払わなあかんねん。おかしいやろ。えあいつは予算稼いでるか。いや稼いでるよそんな。あそう。もうおかしいもん。もう俺もういやもう俺は割り勘するねん。せこいと言われようが関係ない。なんで俺はそんなか全部か全部俺が出さなあかん。去年でも忘年会やりましょう言ってフグ行きましょうフグ言って、うん、電話で後輩いっぱい呼びよんねん。最終的に払うの俺やで、うん、2,30 万かかんねんあんだけでフグ行ったらそれを俺が払ってほいでなんやん。誰がおちょこじゃこれら。2,30 万どこが払ってくれる人おんねんお前。それはもっと言ういいな。ほんとやろあの子らにフグより膨れるっちゅうねん。
大目玉やな。それは思うんですよ。もうそれはね、もうあのお金のことはもうね、もう先輩はそれはもう全然そらそら。もうね、うん、もう僕はやめようと思うんですけど、ただお年玉やった方がいいで。俺はそれでもやるで、やっぱり。もう10日やん。うおてる山崎お年玉くださいって上から蹴られてんのちょっと露骨いってんのにあいつ毎年やってないのに今年やってもしゃあない。もう俺はもう絶対やれへんで。はがき行こうか。そう俺も殴りたかった今。ええわ。あのほら昔さ、うん、つむらイリュージョンって日本でやってたの覚えてる？ホワイトタイガー来て、うん、ジークフリードアンドロイとかやってたな。ホワイトタイガー消す言ってな。そう、うん、でまだおんねん向こうでショーやっとんねん、うん、こっついジジイになっててさ。わかるそれ。わかるわかるわかる。グアムの、うん、グアムのこのパンフレット見たらな、うん、あのイタリアレストランなんペッピーニョおじさんとか言ってさ、ものすごい陽気なこんなおっさんがおってみんな食べに来てねみたいななんかなってんやんか。ああああ、でそれ行こうって言ったらものすごいじじい全然リアクションあれへん。ごっついな。嘘別人やん。ごっついじじいになってたね。日本来た時あんだけ走り回ってたのに。そやな、まあそういうのはあるわな。上からガーッと登場して俺できただけでさ、ああそれは一本前やねんて。これからショーやらなあかんのにちょっと降りてきたぐらいで。ほんまやねんて。行き上がってたらあかんわ。ジークフリードってこっち側のやつが。それは全然動けへんし。相方だっけやホワイトタイガーのってなんかこうやってなんか消えたりなんかしてんの。なあのああいうのって悲しいもんあるよな、うん、サーカスとかあんなんでもさあのやってるピエロもちょっともう明らかにこれ化粧落としたらかなり来とるなって。かなり来てるよ。それはねまだ人間やから許せんねん。動物がねもうおかしい時あるやんか。もうなんかもうブル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 なってケツからなんか出てるみたいな。猿でもなんかバラみたいなケツから出てるみたいな。それそんなケツやからええじゃん。じゃバラみたいな出てる猿おるやんか。いやでもそういう猿やん。ロケット噴射みたいになってる。あるよ。ああいうのブルーなるな。なるよ。でも山本さん相方さんをこうやってなんか乗せて高いとこやってってやったら消えんねんけど、相方だけ始まってんの。あのさ全部まあまあそのなまあまあ存在だけがもう一人歩きしてるんですよ。いもうしょうがないよね。多分バロてると思うね、うん、見てたら間違いなく本人がもう今年中に消えますから、ね、本人がね、なんかインフルエンザ。そうですね。 あんた鼻声やで。私もちょっと風邪になびくわよなんですよ。ほらもうなびいた後ですね。なびもうインフルエンザと風邪の違いよくわからないんですけども、ちょっと痰が絡むんでね、番組中何度か痰が絡むことがあると思いますけども、はい、はい、その時はもう前にどんどん吐いていきますからぜひ受け止めていただきたい。なんか行楽のお供にしていただきたい。いや俺うんってやっても出えへんのよ痰が。あだからねそれはまだね引いてるからやわ。俺ちょっと治りかけなんでふんってやったらもうバーッと出ますよ。それはものすごい親方様が出ます。すごいどれが親方様かどうか分からへんけどやな。見てみんことに常にこの辺にも奥方様がいますからこの後にもものすごいやつが。あ、それよりもでかいっていう、手ぐすね引いて待ってますから。もう本当にもうあれですけども、何ですか、何かありますかね。あやろ、なんか好感度調査が、ね、言うてましたよ。何をなんか出た言うて。へまた NHK の。ああ何も関係あれへんもうでも好感度は別に上げてもね、今更上がるもんでもないでしょうし。いやいやもうそんなもん別に、ええって。というか NHK っていうのは何やねん。これは大きな問題俺に
ものすごいでかい問題を俺に投げかけてきましたね。分からない。これね難しいとこなんですけど、あの我々みたいなのは出れば出るほど好感度下がりますよ。あーはーはー、そうでしょ、うん、これも仕方ないですか。そういう仕事なんですか。なるほど。だって人によく思われようと思ってね、うん、いやどうです か大丈夫ですか。いや それは何やの。やったってしょうがないじゃないですか。いや今のは何やの。ただまあちょっとは上がりたいなっていう気は。上がりたいんかい。まあまあ、でも僕は本当の意味で好感度調査をやってもらいたい。本当にいいタレント、本当に心が清くて美しいのは誰やっていう話なんですよ。そうでしょ。いやだから誰でも優しいのが好感度なんかやと。いやそりゃそうやけど、本当に優しいのは正義感をいかに持ってるかっていうことなんじゃないのか。でしょ、戦う勇気みたいなものもこれも正義なんですよね。戦うときは戦わないといけないんですよ。いやまあ映画のタレントそれをもうええやろ。タレントの好感度やからね。そう戦う勇気言われてもどこで見とんねんっていう話やから。いやだからね、嫌われんとこうと思ったら簡単なんですよ。こう出てきてね、なんか毒づくこともなくね、いつもニコ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 、ね、あそらそや、サザンオールスターズのヒゲの人みたいにしてたら言われたのね。怒られるぞお前ほんま。いやあの人好感度下がらないですよ。そらまあそうやけど、まあ、上がることもないけども。そういうところでつこかんない。、うん、ね、でもそういうことじゃないじゃないですか。その適材適所と言いますかね。何言ってるか分からない。我々やっぱり前に発信して笑いにしていかない。いやいやいや、俺はね心がね本当に開くのが、もうええわ、もうできたらね見せたい。本当真っ白やで。何や真っ白って。綺麗で心の中本当に。いやいやそれは知らんけど、子犬を見ても本当に涙するし。それとその好感度上がるかやったらまた分かれへん。だからね、それを見抜く力が国民にないのが僕は悲しいんですよ。というかだからあの NHK の好感度調査は、うん、誰頼んどんねん。ああ、 NHK を見てる人たちでしょうね。結局は年寄りやろ。でも若い人もやってるらしいですよ。ただちゃんと家で書こうっちゅうようなやつは普通の若いやつではないわな。違う。それはそうなんですよ。あのアンアンとかあんなの抱かれたいでもね、あんなんちゃんと書いて提出する時点でもう普通の女やないわな。抱かれたくないとかね、やかましわやと。お前の彼氏が抱かれへんような女を抱いとるわこっちは。ボケ。いやいや、調べ方の問題であって何もあんた個人的に怒れとは言ってないから。あれやなしやけど、もう今日本人ほっ何木村拓哉が好きなんやな。ああそうやな、見たってしゃあないんやな。そんなに見たいか。いやそれが数字に表れて見たー言ってんだよ。出てこいよ。97度ネットかけたらお前。いや、暑そう。すげえ暑そう。何好きなんでしょうね。いや、だからあれが数字に表れてるじゃないですか。はい。30何%。30何パーですよ。ものすごい俺の方が爽やかやけどね。いや、爽やかは向こうやと思うけど。そんなに好き？ここにおる人はそうでもないんか。隣やね。確かにね、ガキを見に来ようっていう時点ね、ちょっとおかしいな。それは分かる。水曜日のこんな時間に誰もしてないっていうかね。なんかちょっとやっぱおかしいな。うん、分かる分かる分かる。過激派予備軍みたいな。いや分かる分かる。あのね、僕はそんな技術はいらないと思ってたんですけど、うん、腹話術ができることが分かった。お前ちょっと待って、一国堂には語れへんで。あの、ね、一国堂この間見ててね、あすごいなと思ってたんですよ。いやあいつはすごいと思うよ。ほんならね、ちょっとやってみようかなと思ったら、ね、俺できんねん。これびっくりしたんですよ。いやこれね正直ね、ほんまにできるから笑いにならないよ。一切口動かないですよ。何言うてほしい。いや何って別に。え、やるで、ほんならやるで。いやしかし今日はすごいね。な、覚えてないやろ。
閉じろって口を。口閉じてるの？できてるやろ？口を閉じろ言ってんねん。じゃあほんまにできてるやろ？じゃあお前やってみ。いやお前これぐらいやで。いや今日すごいな。お前はなちょっと動いてんねん。動いてんねん。お前も動いてるって。いや今日はえらい。動いてる動いてるって。できてるやろ？動いてるっつう。できてるやろ？動いてるって。俺いけんねんって。なんで入ってないこれで喋れよ、こんなの。いや、だからそんな口だけガー見るからあかんねやんけ。いやいやいや、だから、こうやっといたら閉じてるって。いやいや、あれやってるわ、あの、時間差のやつ。あ、入ってるね。今日はどうも、こんにちは。あ、こんにちは。はぁ、いやいや、できてるって。え？俺、おしゃれ関係出るよ。さあ、こんばんは。僕は思うんですよ、はい、あの出囃子がね、うん、どうもこうやる気をそぐ。最初から言うとるやないか。だから何回も変えよう言うてるやないか、3週前から思い出した。遅いわそんなもん。出にくいね。もうこれやめよう、ほんまマジで。ほんまにやめましょうか、うん、桑田佳祐のモノマネしましょうか。僕ちょっと待って。あ？いや僕ね実はねこの桑田佳祐のモノマネってみんなすごいやってるじゃないですか。やってますね。いろいろな桑田佳祐をいっぱい見てきましたけど、うん、俺がやっぱ一番感じる高いね桑田佳祐。ええ、僕ぐらいになってくると、はい、桑田佳祐を10段階でできますわ。いや10段階なんかやらんで最高のものを見せてくれよ。何歳だから2を見せられない。世間の人がやってる桑田佳祐って4ぐらいなんですよね。うん、だからそんなん見せんでええやん。10見せてくれよ。何でしょう、津波ってどんなんでしたっけ。知らんあんたモノマネするやん。津波ってどんなんやったっけ。お10やん。お恥ずかしがってる場合か。うんこばっかり踏んで帰れよ。今日うんこのみを踏んで帰っていく。やめやお前。なんやった津波ってどんなやったっけ。なんかあるやんけ。風に戸惑う。いやというかお前そう。いや次や次がモノマネしやすいねん。その歌でやったことあるのか。あるっちゅうねん。ほんなやれや。今思い出しとんねんけ。この次なんや。なんでこんだけおって誰も知らんの。ほんまに売れたんかあの歌。けどやな。もうええっちゅうねん。もうあれ何やったっけ。もうええやん。もう何やねん。いやあのものすごいだから後ろで、いや風に戸惑う。待て、お前 T シャツダルダルやん。完全にどっかの話なの。ブラブラかまだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。風に戸惑う浮気な僕ですよ。ああ、ええ、せやせやせや、うん、え？あ、弱気な僕や。弱気な僕。風に先生。風に戸惑う弱気な僕でしょ？はい。これで？知りません。これを聞いとんねん。俺はもうイライラするわ。そこまでしか知りませんよ。え？全部知らんのかよ。全部知りません。後ほど。後ほど。なんで誰も知らんねんよな。何や気になったので、うん、風に戸惑う弱気な僕、うん、通りすがるあの日の風です、うん、その次が問題やねん、ええ、あ、それは分かんない。あれねもうごっつい長するわ。何やねん一体。誰かおるやろ風に戸惑う弱気な僕。風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上。それ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 やそれや。でも笑いないやん。この後はと思ってたんです。あれそんなに大きかったっけ。いやでかいです。基本でかいです。ええ体のでかさ。後ほど後ほど。またやっと出てきたわ。いやこれでできるんですか。
じゃあ3でやりましょう。どうぞ、どうぞ。 3でね、うん、本当は見た目以上ですよ。あのね、いや違う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 、あのね、10段階あってもなんぼ下でもね、かすってるもんや。いや3ぐらいはこんなもんですよ。3ですから、10のうちの3ですからね。お前絶対ちゃうとこに投げてるやんか。いやいや、でも今一瞬みんな頭に腹棒が見えたはずやで。10のうなもんなんや、6ぐらいにしてくれ。6ぐらいやったらかなり来てるやろ。どうしても上げてほしいですか。いやさ、じゃないと、もっと近寄って。本当は、いやいや違う違う違う、6っていうことは残り7、8、9しかないねん。10までは残り3つしかないねん。はいはいはい、残り3つしかないのにそれ。結構頑張ってしまった。いや、まだ6ぐらいだ。こんなもんですよ。頑張った。あ、そう、ほな7言ってよ。うんうん、うん、あと交代してないよ。交代してない。今の7ね。今の7です。8、うん、8、うん、さあもういよいよ9、10ですよね。9。結構パワーいんねんからな。面白いぞ、あんたの答え方やからな。ふんじゃ、ふんじゃ、ちょっと遠目のモニターで見てたけど。7、9ね。いよいよこれでみんなが、あ、ほんまや、ほんまや、クワッサンや、ほんまや、ほんまや、フワッサンやんって思いますよ。って思うわけでしょ、はい、10をやるっていうことは。はい。じゃあ、ほんともういよいよすいませんけど、はい、10。本腰入れて聞いてください。いや、もうそれはちゃんと聞きますよ。桑田佳祐になったつもりで聞いてください。誰が聞く側も。聞く側も。そして、10は全員で大合唱します。みんなが打っとったら聞こえへんがな。似てんのかどうか確認させろよ。これね、9であの程度のリアクション取られてしまうと俺としても辛いわけですよ。いや、それはどうかなってみんなが思ってるからや。10を聞かしてはぁ、あ、と思ったらそれはもうみんな全員立って拍手ですよ。今ちょっと逃げたでしょ。今一瞬逃げたでしょ。いやいや、導入がなかったでしょ今。いや、さっきから分からへんな、その なんでゴリラみたいにそのって言うの。そんなゆうくはさゴリラみたいな。いや、ゴリラみたいになってるつもりはないけどな。そんなん言われたら嫌や。あ、ごめんごめん。いや、でも俺は思ってん、ゴリラみたいやなって。ごめんごめん。いや、そうだったかな。ごめんごめんごめん。いや、いい、それはごめんごめん。いや、それは気にせんといて。あ、ごめんごめん、気にせんといて。あ、ごめんごめん。いやいやいや、ちょっと聞こえただけやから。俺な、そんな。ちょっとごめん。ちょっと聞こえただけやから。ちょっと聞こえた。いや、ちょっと聞こえたから。いや、なんで、ブーブー言うから。いやいや。ごめんごめん、みんな思ってないからごめんなさい。僕だけやわ。ごめんごめん。いやいや、ほんだ、ゴリラみたいな。いや、なんで外すねんの。それはちょっともうやる気なくなるから。俺ほんまゴリラみたいにだけは絶対なりたないって思ってたわけやから、ゴリラみたいになってた言われたらもう完全にもうモチベーションが上がれへんわ。いや、そういう風に聞こえただけやねんけどさ。いや、俺の勘違いから、ごめんごめんごめん、絶対言わんといて。ごめんごめんごめん。それ言われたらもうほんまに何のためにワイシャツ着てんねん言われたら。ゴリラみたいに見えへんためにワイシャツ着てんねん。そうやろ。そやな。
だってワイシャツ着てなかったらゴリラなんただのそうそうなでただのゴリラにはなりたないから俺はいや自分がゴリラやって言うてんじゃん。じゃあ自分がゴリラやって言うてんじゃんね。この先ゴリラ長いかもしれないからゴリラとだけ。ゴリラって言うてんじゃん。普段じゃ分かってる。な間違えたから。自分がゴリラって言うてんじゃん。今の声がゴリラみたいに聞こえたっていう。自分見てゴリラって言うてんちゃうやん。ゴリラじゃないもん。ゴリラじゃないもん。いや、俺はゴリラやな。止まんないよ。お前ゴリラ。そんなこと言われてるようじゃ、俺はゴリラ。ゴリラでええよ。ゴリラで多いの結構。よかったんだよ。ええですよ。いいですよ。いや、すいません。だからもうほんま早く銃聞かしてください。ちょっと鼻声なんでね。あ、なるほど。いつもほどではないですけども。はい。何？いや、何もないです。これにやってないね。ゴリラでもないでそれ。さっきのはまだマシや。ゴリラで声出とるから。いやごめんごめん。いやそういうんじゃなしにさ。いやなんか声が前に出てないっていうの。なんかゴリラでもない言われた。俺さっき現にゴリラで認めたわけ。じゃあ俺の存在は何やねん。いやだから分からへんでも何言ってるか。トマト。見てきた見てきた見てきたね。あげんトマト。いやいやいや。あ、桑田佳祐ゴリラバージョンとかそういうのあ、もしも桑田佳祐がゴリラだったら、まあ、こんな感じでね、いいんじゃないですか、もうこれでね、もういいでしょ、もう散々やったでしょ。散々やったって何やこれは。何やねんこの回は。何やねん俺のストレス発散か。散々やったでしょ。できるもんならやらんと家で寝ときたよ俺。仕事できとんねん。なんか俺のわがままでみんな集まったみたいな。なんかものすごく腹立つわ。何やねん散々やったって。なんでやねん。自分が出てきて何も言うてないのに桑田佳祐やるわって自分が言うたんや。いやみんなをほっこりさせたいからやな。は？今年は暖冬暖冬言われた割に意外と寒いやろ。そうですよね。そんなこともあってその差額分だけ俺はみんなをほっこりさせたいからってそれをやってるわけやのに、はいはい、なんだゴリラやとか。え？いやゴリラにもなってないとか。誰がゴリラを目指しとんの。何を言ってんの。目指してへんがな。人に志すと書いて等しい。誰がゴリラ側に回ろうとしたんだ。むしろ対局や。いやいや、その解釈は分かれへんけど。もういいじゃないですか、もう。まあ興奮してるんでしょう。今完璧に俺に向かって浜ちゃんって言うたな。たまたま見たからや。絶対俺に言うたわ。立ち位置間違ったかな思ったもん。あ、俺が曲変えますか。これでしょ。もう3週前から言うてるじゃないですか。変えましょうよ。出囃子やからね、ええ、ちょっとテンポがあるもんにしてもらわないと。そのパンパラランパンパンパラバラバラほんで全部言い切ってから出なあかんからさ。何もないね。音がそうでしょ、うん、だからもうなんか出る前からもうすでに1回滑ってるみたいな。あれ感じ悪いですよね。いやそれマイクちょっとないかな。一応もう録音しとかんと。もうもう来週の出囃子はこれでっていう感じでね。
そうですね、うん、新しいそう思いますね、うん、あこれもこのまま録音できんの、もういけるよ、ね、もうすぐいけんの、いける、そうですか、はい、このコードやと振り回す、いやなんでやんのこれができへんから録音するからやってる途中でゴンとか入るデバイスに別に笑いがいらんのちゃいますの、まあ、うん、それはまあそうなんですけど、そうでしょ、でもなんかこれから期待を煽るようなこんなデバイスで出てくる人たちなんて楽しい人なんだろうってやっぱある程度思わさんとね、いや走って出れるやつ、走って出てくる、うん、それぐらいのいいテンポの松本は浜田のクス走って出れる、走って出れる、聞けや最後まで、早めに上げる、早めに上げる、うん、なんでそんなとこおんの、いやそれでパッと走って出たいやん松本は浜田の薬箱さ、浜田は松本の薬箱か、松本の心の再生やいつテンポ上げんの、いつテンポ上げんの、最初からテンポ上げんの、最初から低いとこから入んなや、もうヘイ、マスモト浜田の釣り箱、マスモト浜田の釣り箱、いいよいいよ、何ですかいいよ、ほんまですか、まあ、確かに出やすいですわな、そうよ、松本浜田の薬箱、松本浜田の薬箱、へへ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 へ、言うか、もう言えな、それが考えられんわ、俺も今うわ言うてるでお前俺も思ったここでなんと今は取れてるんですか、あ、取れてんの、僕結構いけると思うんですけどね、うん、あれぐらいがなんだ、ちょっと一回出てみようや、来てみ松本浜田の薬箱ウェーヘーハーホーわーへーほーあーほーうーわー言われへんわ、こっち出にくいやん、さっきと変われへんもん、最初歯切れ悪いな、歯切れが悪いわ、ね、ちょっとあいつが持ってるみたいなカンペみたいなの貸してくれ、ああ、まあそれでもええわ、うん、そっちの方がええわ、そうやろ、いいですか、みんなが言うとこだけを、みんなが言うとこだけ、ああそうです、ね、言うてくれれば、まあそうですね、こう書いてもこう出します、まあそりゃそうですよ、もうでーへーあーおーおーまんお前もう毎回変わってるやんおまんってなんやんおーまんおまんはいはい、で次一個上がりますからな、でーはーほーめんたーめん、いや分からん、でーへーでーめー、どっちやねん、でーめーめんでーめーめん、でーめーめん、おまのえなおまのえな、おまのえな、おまのえな、でへへへへおまんでめめんおまのえな、ななかなかな、なかなかな、それで決めましょうか、でへへへへおまん、
デメンメンおまのへんなな、まだやなんでなかなか長らくんねん文法成り立てへんわすいませんすいませんこっからいくよデメンメンおまのへんなななかなかなその間は難しいね今の間はこれやってほしいですよいいですかこれで録音しましょうか録音しますよ、うん、みんな大丈夫大丈夫もう何回もやれへんでそんなもんでへへへへおまんでしょ逃げろ松本浜田の薬箱でへへへへへへおまんでデメメンおまのへなーなかなかなデメメンおまのへなーなか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 なんが早いねなかなかなんとここの間に修学旅行のこととか思い出してバカ悪いなお前らこれは難しいよこっちをじゃあ分かったアドリブでやるついてこいよお前らなもうほんとやってみてくださいよ、うん、大丈夫かどうも、うんうん、松本浜さんの薬箱でーはんでーはんでーはんもはでーはんもはつまんでたな。大丈夫、取れてるよ。聞くのはもういいですわ。そう。だから来週の、うん、頭これで。頭これでその時に完成したやつを一回聞かすと。ああなるほど。もうここで聞いて。細野浜田の薬箱。ウェーハホー。ええは。もう。さっきも言うてたんですけど誰とちょっとタカスと言うてたんですけど、はいはい、ちょこのスカジャンくれへんくれへんちょっといいなと思ってくれへんじゃないし買ってえ全部をなんで全部買わなかったお前俺ここで何にすんのだから何も言うな俺が今日帰るときにジャガーの助手席にポンと畳んで置いといたらプレイしてくれたらええわけやん帰えや自分で お疲れ様でしたってあファンか、うん、あったかいコーヒーとタバコとタバコスーパーライトにしたんだそれだけ忘れんといてくださいやらしいな自分そんなんなんですけども、うん、そうですか、ちょっとね僕腹立ってましてね、うん、なんなんこの間でもですよ今とかでみんな飯食いてたらね、うん、もう夜の結構遅いのに赤ん坊連れてきてるんですよ居酒屋みたいなところにね、うんうん、でガーガー泣くんですよ、うんうん、もうその時点でもうちょっと僕イライラときてたんですよ、うん、もうちょっと帰れよ思って、うん、やっと帰ろうって立ち上がった時に「めずめずせんめずめずせんちょっと抱いてる」なんでお前とこの小汚いガキをな俺が抱かなあかんねんいやもう大丈夫いいっす何が大丈夫だけや抱きたないやんけそれで
がゴローンになったらもううわーなってまた。いや座ってたんやろお前ちょっとこれ乗せたらその話やん。いや抱いたことないから怖いし。ね、今ですよ今ですよ次今なんとか行くんですよ。ね、今にでで、ね、あのアホがまたあいつ意外とああいうのあれするやろあいいですよって言ってイメージアップイエーって抱き寄るもんまだいらんことせんでええのになあ思ったらパシャーやって何してんのそれそんなん何も言うてないやん。子供抱いた抱いてくれって言うから抱いてるだけやのなんで何の確認もなくに写真撮ってんのちょっとやめてもらえます、うん、って言うたんほんならもうなんかへえねもうなんか今田さんいい人、うん、松本最悪ってなるでしょそりゃそうやでもおかしいじゃないですか言うてること俺の方が正しいでしょうん、いやもうここにちょっとこうやれやする話やったんちゃういやいやこうやられたらパシャって取られねえんだよパシャってやったらもう何してんねんってそこは怒っていいですよこれでいいのいやいや、まあ、俺はどうかわからんけどそれって言うていいですよいやてつらいのあれあるやんけ自分の身を守るために殺してもええっていうあるやんけ、うんうんうん、何やあれ正当防衛や、うん、俺らなんぼ危険感じたってプスって殺してもうたらな、うん、もう芸人としてはもう無理やろ殺したらな殺したら無理やろここでなんぼ言うたってうわあいつ人殺してんのにみたいないやでもツッコミ的にはうるさいこの人殺しとかって言えるよええドバーンいやそんなことないやろそこはもうそこはこの人殺しでドカーンですよまだボケが人殺しの方がマシかなそりゃそうでしょそうやんなツッコミ人殺してたら俺が人殺しでお前殺すぞ言うたら俺こそしょんべん俺もしょんべんジョラまだ代官山を走ってまして、うん、こう車で走ってまして、うん、前の車がね、うん、どんくさいんですよはいいますよそら いますよね、うん、で別に信号待ちでもないのに、うん、なんやろこう歩行者が来たらいちいち止まるんですよあいますいますいるでしょいますえまあ腹立ちますよね、うん、ブッ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 って鳴らすわけですよ早行けと早行けと、うん、そんないつそん、ま、あいつらっていつまで待つつもりなんでしょうねもう完璧にいなくなるまでですよありえないじゃないですか代官山のそんなメインストリートですよいやでもいるんですエヴァ鳴らすでしょ、はい、今度 今度こっちからこうバックしてこうバックでこう来る車が登場したわけですよそりゃ止まりましょうでこれでまた止まるわけですよ、はい、で僕はこいつにバックしてきた車じゃなくてそのこいつに鳴らしてるんですけど、うん、ほんならねこいつがまあ結局ふわーっと行ったんですよああ行きましたほんこいつがやね俺のクラクションはこいつに鳴らしたと思ってるわけですよはいはいでこいつが窓ふわーっと開けて外人なんですけど、うん、外人なんですよ 100% 外人なんですけど綺麗な日本語でうるさいこの田舎もんって言われたんですうそーと思って中心に考えた場合お前の方が明らかに遠いやんけまあでもそれは関係ないはっきりと言われましたからねそれがものすごいヘタレ外人ですよああそう絶対負けないですよ外人やでもういやチンチグリンのもうほんまに何やこれ言うようなやつに俺田舎も言われたんですよ言うたって俺大阪から東京へと都会都会で来てるわけですよまあまあねお前なんか絶対ニュージャージーのなんやあの角曲がったとこでしょどうせお前今知ってる州言うただけやねん腹立ちますよそうですかなんでちっちゃいって分かったいやいやだってもう座席がもう こんなんでしたからこんなぐらいでもううるさい田舎もん言われたあいつらってお前堂々としてますよねまあまあそうかもし俺がその海外行ってですよそんなこと言われへんな、まあ、例えば1年ぐらい住まなあかん言うてねでしょ言われへんな言われへんでしょまあ言ったらまあまあよそもんですわあそうですそれがブッブー鳴らされたらもうブワーなるじゃないですかなるなる湿菌の湿菌ですよ湿菌は言い過ぎや湿菌を湿菌で洗い流すぐらい出ますよんまあまあおかしなことやけどまあねそんなことが全くないわけですよそうやな
あいつらってほんまに偉そうやもんな、こっち来ててな。そうですよね、うん、ほんま。だって前かてなんかだいぶ前ですけど、六本木でなんや酔っ払いに、うん、あのほら外人が物売ってるじゃないですか、うん、とかあんな売ってる、はいはいはい、その外人が酔っ払いにもう家帰りなよって言ってたもん。いやそれはお前の方が明らかに遠いところから来とるから。違う違う違う、心配してんじゃん。もう酔っとるし、まあそうなんですけど余裕ですもんね。まあ、いいんですけどもね。どうでしょうか、うん、最近は。あ、ドラマはどうですか。別に番宣するつもりはないですけど。いやまあとりあえずは。まあおたくさんはほらちょこっと来て2人で、適当にごちゃごちゃってやって。まあまあそうですよね。どうなんでしょうね。まあでもね、うん、緊張してますよ。誰が。みんな。うちあかんやろ。若いのは。東野なんてあかんやろ。あの東野はね、時代劇みたいなんですよ。あのセリフ回しとか。昨日も田中が言ってたんですけど、うん、一応ね演技プラン立ててきてるらしいんですよ。東のなりに、チリゲの中で考えてるよ。チリゲの下で考えてるよ。このシーンはこういうシーンやから、こういう言い方でこう動こうとか思ってるらしいんやけど。それはだってもうあだになるな。いや全部ね、時代劇調なんですよ。歩きもたまにこうなったりとか。ちょっといや考えたらな、すり足で動いたりなんですよ。考えたらな、あいつ芸歴長いけどドラマとかあんまやったことないもんな。うん、でまた標準語やからね、なんかコントやってるみたいやねんな。あいつ標準語なん。いやココリコも藤井も全部標準語ですよ。え、そうなんや。はい。あ、まあ藤井はほら普段からちょっとどっちかというと標準語やんか。でも藤井ももうずっとここに汗かいてますよ。俺もあいつぐらいはほら新喜劇もずっとやってて芝居してるわけやから、まあそんな芝居すんの大丈夫なのかなと。あいつあかんて、ずっとここに汗かいてるもん。あいつはね飲みの心臓やもん。ほんまあのデラックスとかあんなんでもね、コンコンって来てもうこんなによろしくお願いしますカチャッとしないときも手に挟まってズルって抜けるぐらいの感じで出ていきますからね。すげえ。あれはダメですよ、あいつは。でも遠藤もちょっと変かな。遠藤の標準語もたまにおかしい時ある。俺はな、だからな、その現場を知らないでしょ、はい、俺来た時ってもう二人だけなんですよ、大体。だからもうその他のやつが演技してんのを見たこともないから。見てないやろ。見てへんから。俺は正直ね怖い。あ、ちょっと待って、でもこれのオンエアの時はもう一回目やってるか。一回目やってんねや。やってんね。しや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 。初日のセットなんて東の8回 NG 出してるからね。ああ。もうカチカチや。これここで喋ってこっち来てカメラ前で言わなあかんねんけど、もう何や分かれへんねん。これ他のレンジも釣られるかな、うん、東野がそれやっと言うたら次自分のセリフやろ、うんうん、自分が噛んだらどうしようってなるからもう、うん。でそれ見てたらごっつ緊張すんねん。だいぶ慣れたけどね。大丈夫なんすかね。まあ1話2話はもうそれは緊張してるよ。そういやほら、まあ、多少慣れてたらさ、セリフの中にちょっとアドリブポンと入れたりして返してくれるって感じするけど、多分ちょっと今は無理やな。もう今は無理やな。だから一回あのタバコ吸うスペースのシーンあってさ、一番最後に俺がポッと東野に言うたんや、セリフのないこと。しかし東野は寒いなぁ言って、うん、ほんならさ、うん、聞いてないってなもん、うん、もう明らかにえ寒い。あそれ OK なりましたけど、ね、OK なったんかい。あいつ、V シネかなんか出たんや。ヤクザ役かなんかで。俺は見てへんよ。怖ってよう見んけど、ベッドシーンあったらしいねん。マジかい。なんかね、女が上に乗ってるらしいな。うん、そう。こう、父を揉みしだく。ああ、なるほど。カッチカチらしい。バリ高いみたいらしい。こうならなあかんのに、もうこんなんらしい。女、こうされてるだけや。いやちょっと怖いなみたいな。だからそういう意味で楽しみにしてくれたら。
そういう意味で？もうカチカチや。あ、そう、もう大丈夫かいな、ほんまに。まだあんた十何回あんねんで。そうですよ。ですけどね、東野の標準語ってこれどうなんでしょう。違うんですよ、うん、標準語ってね、うん、できるんですよ。はいはいはい、できるでしょ。あのコントやるときは標準語じゃない。できるんですよ。みんな絶対できへんと思ってるでしょ。できるんですよ。できんねんけど、みんなが変な目で見るからできないんですよ。それ標準語みたいな顔されるそう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 。だからデビューした時から標準語でやってたら全然できるんですよ。でももうこの顔から出てくる言葉は大阪弁やって君らが決めつけてるから。そう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 。それと違う言葉が出ただけで、うわ寒いみたいな、あるある。何が寒いねん今なんか変って思われるんですよ。それ言えてんな。うん、寒い思われるの嫌やもんな。なんかね、なんかケツの穴がこうふかふかする感じがあるでしょ。ふかふかするのかい。いや、見てる方もなんか、うわ、なんや、なんやろっていう感じがあるじゃないですか。あれが嫌なんですけど、ね。だからまあ、こ、うんにちは大丈夫やと思うねんけどな。あ、そう。わかんない。まあ、言うてももう前の日にオンエア終わってるんで。そうなんや。うん、はぁ、困った話ですよ、ね。困った話や。あ、でもあかんねん、浜田。何は？あんまりドラマの話とかしたら。なんで？ごっついもう山崎がブルーなんねん。もうさっきも楽屋でやっぱり そんな話になるやんか。何話まで撮れたとかどうやみたいな小堀事もおるわけやから言うでしょ。ほなもう何この感じと思ったら話が出てないんやいや、まあ俺はまあある意味山崎が主役やでって言うたってくるそれどういう意味でやる。出てないけども。そうか、言うたって山崎だけやもんな。他はみんな出てるもんな。だからこのガキのメンバーで言うと山崎だけなんですけど、出てない主役っていうのがおってもええやんか。苦しいなそれ今山崎ごっつ見てるわ。ごっつもうね、この話になったらダメなんですよ。ごっつ見てんねそっから、うん、なんかそんな話になるじゃないですか、どうしたって、うん、で、なんやリージャパンも何を土地狂ったか何がどうか知らんけど一回1位になったでしょ、はいはい、1位になったなって言って、うん、ほんまですね、うん、って言ったあ、また山崎おったっ62位みたいな顔で見た。言うてみましたよ。まあね、声援は非常にありがたいんですけども、はい、もう俺はあの死ぬんやないかなと思ってるんですよ。えらいまた出てきていきなり暗い話から来てね。ん？来てね。お葬式に来てね。あ、そう死んだらやで。いや、それはその時仕事入ってたらほら。まあ今なあドラマとかあるもんね、うん、そうそうそう、ね、撮影してる時やったら、なんかね体が、なんでそう思うの。体はねものすごいだるさを訴えてるね。あ、それはみんなあることやん。いや違うんですよ、なんか別に運動してないんですけどね、うん、なんかね筋肉痛みたいな感じでね、これはちょっとおかしいですね。ややあ、ややぐらいだったら大丈夫だよ。いやいや、あんまり言うてね、うん、あの本当に客が引いてもあれなんでね。どこがおかしいの。全体的におかしい。全体的に何一つ欠けることなくおかしいですよ。わけわかれん。来てね。ねえ、それはもうさ、うん、空いてたら行く。俺でも死んだらみんな来てくれるやろね。そんな言うたって。いや、それはもうみんなスケジュール次第じゃん。あ、そういうのはまちゃん今落としてるな。まあ、でもこれ抜けられへんな。うん、あるよ。来て、おかき持ってきて、本当にお願いしますよ。おかきと花束で。え、おかきでいいの。おかきと、硬いおかきと花束でよろしくお願いします。食えもせんのに。この間でも、あれですわ、ふわっと歩いてたら、なんか居酒屋みたいなとこにこう、なんですか、手書きのなんか紙でね、うんうんうん、ほろ酔いセット、うん、って言って、何倍だったかな、1200件ぐらい、うん、ほろ酔いセット言って、うん、でビール1本付き、ええやんか、でおでん4品、うん、かっこその品は店のものに任せていただきますあ、なっていう張り紙を見て、はいはい、ものすごいへこみましたね。なんでなんかねなんでやねんなんかブルーじゃないですか。そんなことあれへん、そこまで良心的やで。それマジっすか。
俺ら今ほらドラマ撮ってるやん、はい、で食堂な、うん、ちょっとあんま言われへんけど、うん、あんまろくなもんあれへんねんやん俺食堂好きやで。いやもう最悪や。あ何あれ、えライスバラエティとか言ってるええライスバラエティ、うん、飯一個もあれへんから焼きそばセットやどこがライスバラエティあそれ英語がちょっと間違ってますね。間違ってるよ。だからそういう意味ではそう今のは良心的ですよ。そんだけついてて。いや違うんですよ。いやそういう意味じゃなくて、うん、そのあもういやこんなんやったら俺また終わるもんなるわ、うん、もういいですかいやなんかもう悲しいじゃないですか。一生懸命働いたサラリーマンがそのなんやねえそんなセットって悲しいじゃないですか。いやでもええやんか。そんだけついてビールまでついてるでしょ。何セット？ほろ酔いセット。ええやんか。悲しいなと思って、ね、せめておでん4品選ばしたりなって。いやだからそう数もあるから。でこんにゃくは3つ入ってるかもわからないわけですよ。それはありえへんよ。いやいやわからないでしょ。いやそれはありえんと。あとこんにゃくかもわからないですよ。いやそれはありえへん。でもその店のもんに任さなあかんわけやから。それはありえへんよ。ものすごいノンカロリーノンカロリーじゃないですか。構えんからノンカロリーいいやないか。なんかねすごいブルーだったんですよ。だれいやごめんなさい。なんかあのいやこれはちょっと感じ悪いですよね。なんかお前金持ってるんかいみたいな感じに聞こえるのがすごく嫌やったんですよ。いやいやまあそれはそれでいいんですよ。そうなんですよね。いいですよ、うん、まあまあいいんですよ。全然こんな話は僕はしたくなかったんですよ。だからあの倉本さんあるやん、はい、作家の倉本さんがね、うん、あのバーって車乗ってたんやって、うんほんならね向こうでね外人のカップルが喧嘩しとんねんて、うん、男と女が、うん、あいつらすごいやんか、うん、あ言うて、うん、で男のやつがもうええみたいになって、うん、うわーごっつむしゃくしゃしてたよな、うん、うわー行く時に止まってた倉本さんの車のボンネットをバーン叩いてきてこれどうしたらええのかそれはちょっと怖いな怖いやろ怖いけどええとって何もできずやろ結局は。そうやな。それしゃあないわ。しゃあない。しゃあない。そらしゃあない。しゃあないやろ。そらしゃあない。だから俺前も一回あったんやけど車乗ってて、うん、ほんなら前の車がなんやしたんですよ。うん、ほんならあのなやあのまあこれですわ。うん、俺がうわー切れて俺関係ないで、うんうん。その車のとこにダッシュでダー行くときに俺のミラーブリーンになったんだよ。ガン当たってガン当たってプリーンになってうわプリーンになってるやん俺かそれはじゃあないそれはじゃあで向こうでごっつエキサイトしてるわけよ あれがこっち来たら嫌やなと思うじゃないですかだからもうほんまも半笑いでも戻すしかないそれはじゃあない、うん、それは笑うとこいやー久しぶりの、ね、立ち位置もこっちで良かったのかどうなのかいやこれ合うてますよ合うてますか大丈夫です良かったよかった今日は何でしょうこれもう今日はやっとトークや今日はやっとトークやぎゅうぎゅう詰めですねなんでこんな前におんのいやもうおつゆバンバン飛ぶよ大丈夫かなこの間ね、はい、あんなことがあっていいのだろうかという、うんびっくりするようなことが起こってしまいましたお何それはこれはねもう僕もねなんやろなんやろ家で一人でね、はい、うんこしてたんですよもういきなりまあうんこの話を申し訳ないですけど、うんうん、うんこしてましたわ、うん、ねえブリブリブリやってたんですよほんなねパッと見たらね、うん、壁に、うん、がっついでかいゴキブリが発見されたんですよおい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 、うん怖いでしょ、うんうん、もうねここにいたんですよ、はいはいはい、あゴキブリって、うん、俺こっちがうわーってなったら向こうもガタガタってなるなまあまあそうか、ね、あれなんで、うん、なんかされると思うなんかされると思うよ、うんうん、なんか伝わるんやろね、うんうん、動物でも、うんうん、でガタガタって、ね、動いたんですよ、うん、でうわどうしようかなと、うん、でこの時期こんなもん逃がしたら、うん、何匹に増えるか分かったもんやないかな、まあ、というかその段階でもう山ほどおるけどね俺はしばらくも見てないのよ一匹おるいうことはいやいや俺はしばらく見てない、うん、絶対こいつはどっかから今入ってきたばっかりやからこいつさえ退治したらなんとかなるはずやと俺は思いたいから、うん、言わしといて、うん、というふうに、うん、でもしょうがないから叩くものを探したんですけど、うん、何もないんですよ、うん、でもほらもうしゃあないから、うん、あの便所のたわし、うん、あの棒付きのやつをもう侍のごとくこう出してですね、はいはいはい、
もう一撃で決めなあかん思って、うん、もう絶対行こう思って絶対決めなあ思って、うん、どうやったらもう全然決まらなかったんですよ、うん、でガサガサガサ言うて、うん、プールの外に逃げたんですよ、うん、でも外がカーペットなんですよ、うん、でカーペットのところに逃げたんで、うん、まあゴキブリはカーペットの上ってあんまり速く走れないでしょ、うん、分からへんけど割とゆっくりになって迷ったんですよ、うん、でもこのままの状態ですよ僕、うん、こうずらした状態ですよ、うん、でももう絶対やらなあかんと思ったら、うん、バーンバーンってやってたんですよ、うんそれでもなかなか当たらなかったんですけどね、うんうん、でバン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 やってる時にびっくりするようなことが起こったんですよ、うんうん、もうびっくりしましたよ、うんこボロー来たんですよ、うん、どんな思う情けないからもう情けないからいやまあそうやろうなまあそれはもうもうそれは俺はどういうことも出てるのだろうかまあそれはなほいでほいでやっつけたんですよゴキブリはね、うんうん、でもそのゴキブリとほとんど同じぐらいの大きさのうんこが売ってるんですよ、うん、もうね情けなくてね、うんまあ、やってる途中やったから、ね、やってる途中ですよほんでまだ残ってますから、うん、そのままトイレに戻るんですよ、うん戻るんですけどもトイレのドア開いたままでしょ綺麗に、うん、あのゴキブリとうんこがもう見えてるんですよなんかだいたい色合いも一緒ですわまあね同系色ですわまあどっちかがあったかいだけでねどっちかがあったかいだけ でこうなったらこいつよりこいつの方が立ち悪いでしょいやそれはでもあんたがやったことやから別にちょっと取ったらしないの話やことわざで言うと何やといや、ないがな、そんなもん音羽さんに2頭追うもの、1頭も言えずなのかいやいや、こっちはそういう問題じゃないから身から出たサビなのか何なんだまあまあ、近いかも分からへんほいでね、俺もこうしながらね、もう逃げてるわけですよ、うん、こっちブルーなんですよ、うん、まずどう処理するんやっていうことで、うん、もう悩んでいるわけですよ、うんうん、でもこっちはまあ、コロコロでなんとかしようと、うん、いや、もうまあ、ティッシュで取ってまあまあまあでもいやもうダメなんですよ僕もティッシュ1枚の下にゴキブリがおることがもう気持ち悪いんですよいや何枚も取ったらええやんか5枚ぐらい取ってバッとやれいやそれバッとやった時にプチってなったりとかしたらもうもういやそんなギュッとつままんでもええやんかふわっと取ったらええやんいやそんなふわっと感が握力がそんなうまいこといけへんやないやろかまあほんならしゃあないな、うん、まあまあこれはねコロコロでもうふわっと取ったんですけどふわっと取ったってどういうことコロコロやったらザッと取ってるのどっちやねんコロコロをひょーやってビッてやってコロコロだってこれでやったらゴキブリいやそうやさだからさっきからコロコロが分かれへんかってんけどコロコロはしないですよ、うん、あのあれでこうですわ全員一緒やんティッシュで取るのもまあまあまあなんかまだ分厚いし、うんひっついてくれてる分安心やん、うん、今これはまあ いけたんですけど、まあ、これですわないやこれの方がええやんまだなんで動かへんしそうなんですよパッと取りやすいいやそうなんですけどあのカーペットでしょ、うん、カーペットの毛がこう切るじゃないですかこの子らは今ここの 先っちょでこう支えてる状態です今ならまだそんなに、うん彼らを傷つけずに済むわけですよ、はいはいはい、このふわっと感はものすごい微妙ですよそんな別に取ってついたらなんか雑巾で拭きゃええやんいやいやそんなん絶対嫌やもううんこも嫌やなんなんでしょうねいやなんなんてうんこやからねゴキブリ多分ね俺ねゴキブリをね、うんこまあ、今日はお客さんいっぱいいますけどね、うん、その中でも一番嫌いやと思いますねいやでもさガンってやったら終わりやんかあんなもんあのねあのガサガサがあかんねやと思うんですよ、うん、ね、うん、だからあれ二本足なら多分こんなにあの立ってねでも俺それやったらうわー言うわそんなもんあるからいやいやいやこんなんやったらまあそれやったらうわーいたらもうハーッって言っていやだからそれやったら俺悲鳴あげるわあれでもあのゴキブリって意外とあの仲間意識が強くて一匹殺されんのをね俺子供の時な一回なあの新聞紙みたいなんでパーン殺したんですよ、うんうん、ね、うん、パーン
ーン殺してなんか視線を感じたんですよ。バーン殺してふわって見たらね、違う壁のところからこうやって見てんのよ。すごいで、それはおそれは折っただけです。いやいやいや、完全に見てんねん。いやいや、その顔がおかしいんだよ。こうやって見てるわけないやん。折っただけやん、ずっと。いや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 、もうこう、いやこうやで、こうじゃないよ、こうや、こうやってんで、ほんまに。うわ、やっとる。まあまあ、それはほんなら、まあ、見てたんでしょうや。俺ね、多分信じてもらわれへんな、それが3、4匹出てきたんですよ。何見とんねんで、バーンでしょ、うん、ほんなまだ違うとこで、うわほんまなんですよ。いや、ちょっとごめんね。これはね、いやこれはさっきのは床タイプやん。今度は壁タイプのやつや。いや、だからほんまや、だから見てないよ。なこうやったでしょ、こうやわ。ほんまはこうやって、こうじゃないよ。いや、ほいで4匹目ぐらいがもうバーッたんですよ。ほんまに。いや、こうはしてないの。こうしたの。顔の向きはもうええやん。みんなパンダじゃなくて気が、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 みんなパンダ。Lặng lẽ giữa biển chiều êm, à, bóng trăng soi nghiêng ngả ánh hoàng hôn. Tiếng chim yêu trên sóng vỗ dập dồn. Mái chèo khua thả hồn theo con nước. Thuyền lênh đênh con sóng đùa trôi ngược. Mộng ước chúng mình như con nước vầng trăng. Núi nhô lên một níu cặp tung hàng. Như tệ anh níu vầng trăng em đó. Ta nhẹ nhàng lắng sâu từng hơi thở. Biển mênh mông nhưng không nỡ ồn ào. Cứ bình yên cho ta trao ân ái. Biển dịu êm đưa ta về biển bạc, gió hiu hiu mát mát đón bình minh. Yeah. Và hoàng hôn lác đác hạt mơ ngâu, gió qua mệt mỏi cánh nhẹ sầu, đôi lời thề hẹn mùa thu trước, theo gió tìm về anh tôi đâu? Sao anh hững hờ lòng cô phụ, ngang biến trùng xa khách lãng du, cơ hò bến đợi còn mong thua, thuyền đi biển biệt chọn tạ từ từng ngày anh đi từ dạ ấy. Cứ bỗng buồn tính ở chúng đây đêm đêm nghe lá rơi bờ. Thank you.